実は今日第一回目に皆さんに申し上げますが、皆さんにお配りしてあるこういうパンフレットがあります。これの資料のあっちの壁の何枚目ですかね。これ途中で切って、わからないものが一枚入って、一枚にしか書いてあります。こういう手紙が来てたんです。それもこの仕事のある人が筆を持った、筆が勝手に動いた、こういうのは何かがわからない。ただ宇宙人からのメッセージが来た、それを私のところへ持っていけよ、命令、私のところへ送ってきたわけですね。この皆さんにお配りしました、この第1枚のこの紙の、ね、真ん中に書いてある、宇宙よりの帝国と書いてある。そしてその横に小さな字が書いてありますね。つまりこういうお手紙のこの文字、私は早速調べました。これ日本語なんです。これどのこれ日本語ですけれども、日本の今から1万3000年からのが第1万4、5000年昔、この日だったんです。これを全部日本には使っておったんです。そしてこういう字がどんどん変化しまして、今現在の日本の文字になっているんです。この一番端に書いてある、上から読めますね。横にかなおみたいな。これ、ご覧になったらわかりますけど、たたかむをなくします。これをなくしますと、ね、日本の今現在使っている字そのままね、なるわけですね。こういう字を、私の部屋に古い本があります。日本の国のおそらく4、5万年、昔からのことを書いた本があるんです。それをずっとこれ違いの人が調べた。こういう字は1万何千年間別の字分かったんですね。ちょうど、佐野の御事の付近はこういう字使うんですね。ところがこの字はですね、一般人絶対に読むことはできません。これをですね、何とか人間が読むと思っても絶対読めないんです。ところが人間というものはですね、読もうと思う欲望があったらダメなんですね。脳波が下がります。シータ波に脳波が下がります。意味はこれ全部わかるんです。私はこれをですね、忘れない限り、ちゃんと普通の言葉に全部直しました。日本語に直すのは500ページあるんです。日本語に綺麗に改めたこれですね。字のようなことがいっぱい中に書いてあるんです。実は一番重要なことはですね、私自身が、私が25歳の時、私の25歳の時、今日は15年です。赤髪が来ました。赤髪って若い人はご存じないですね。赤髪が来て、軍隊へ入ることが決まりました。その古い昭和15年の日記帳、私は今から7年前に見つけたんです。その昭和15年の日記の中にですね、空気エンジンを作るよという私の日記があるんです。現在飛行機とか自動車がガソリンを使って空気をどんどん汚す。これでマスガレがまず起きて、普通の木が枯れて、あと250年後にはお米とか野菜とかそんなものがもう十分にしか生産できなくなります。
250年後に世界中の人口が10分の1になるということもちゃんと宇宙からのメッセージが分かっております。250年です。10分の1になるんです。この宇宙からのメッセージもそれははっきりと書いてあります。グレーツーなる人類によってね、その資源1億年分の地面の中にあったその資源をですね、石炭、石油をですね、わずか何百年のうちで全部使ってしまう。その使う時にもう一段物理科学が進歩して、俺がガソリンを爆発した後をですね、そのガソリンをもう一度空中で全部そのまま出すんでなしで、元の状態にエンジンの中でやって放出すれば空気を汚さなかった。しかるにブレスラの人間によって全部それを出してしまった。それによって空気はどんどん汚れてもうどうにもできない状態になったってことですね。私はそのことを昭和15年にちゃんと感じておったんです。私の人に変えてあります。私がもしも戦争に行ってそのままね帰ってこなければ、この方法でこれを必ず作ってくれるようにと空気エンジンを変えてあるんです。そのことを今から5年前に自分の日記帳をうっと引き出しまして、それが分かったんです。そして私の研究所で岡山で実験してきました。 99% までちゃんとできなかったんです。それで 99% できなかったから、それをですね、ではこういうものができたから、これによってもうガソリンは一滴も使わんでいいから、それをそのね世界中へ私は発表したいと思ったんです。最初社長の相談しました。発表するつもりで準備しておりましたら、宇宙人からのメッセージがあったんです。今発表することをやめなさい。それを発表すると何時のところへ資格が、つまり私がそれを発表しますと世界中でガソリンがいらなくなる、そういうことに深い何か縁のある人がですね、私とか林原社長のところへ資格を向けるから、今しばらくやめよということだった。一昨年ではやめよとやめておりました。ところがこれが1月21日くらい来まして、もうそれを待つ必要がなくなった。一刻も早くそれをやってしまえという、いくら遅くても1997年中にちゃんと世界中でそれができるようにしろという命令なんですよね。私は実験研究者の中にきちっと載ってるんです。びっくりしました。私が知らないこと、宇宙人のメッセージちゃんと載ってるんです。それにね、そういうことによってですね、私はこれからそれを始めまして97年中に使えるようにします。飛行機も自動車もガソリンも一滴もいりません。それからこの中に特に書いてあるのはね、それと同時に今水力発電は害がないからいいけども、原子力発電を即刻に中止せよ。そしてこのランチの作った空気エンジンによって原子力発電も全部それでやってしまえよと教えてありますね。ところがこれを今やってももう間に合わないと分かってるんです。ただこのままいきますと、あ、わずか250年後に人口10分の1、そしてまたそれからあと250年後には世界中の人口何千万人しか生き残らなくなる。分かってる。
ところが今現在、今からかそういうのは本当全部やめてしまうことによって、1000年、2000年くらいは生きられると思います。でも、そうは何万年も続かないんです。もう結局は空気がこんだけ汚れてしまったから、世の中は全部一応ね、何にもない状態までいかなくてはいけないんです。実はこういう現象は14万年前にもあったんです。18万年前、25万年前にもありました。そういう物的証拠は 私の大阪大学と共同大学で湖の深いところに穴を掘りましてね、琵琶湖の深いところに掘って、そこから250メーター掘って、どういうものが地下に渦まっているかという実験によってきちっと証明が出ております。11万年前、18万年前、25万年前は有機物が全然存在しない時期があるんです。要するに人間も動物も植物もほとんどもう1000分の1ぐらいしかいなかったことなんです。それが今やってくるんです。ですが、これを作る前にですね、今から7年前にも同じことだったんですよね。私は大阪大学工学部の学科を全部して、そしてですね、工学部なんです。それから昭和20年修正直後から神経の研究、つまり生きているものの研究をしたくって、7年間そういうことをやっておりましたね。阪大の工学部から阪大の医学部へ変わって7年間やって、そしてまた工学部へ帰りました。分かったこと、現在の医学、科学、物理、何にも分かってないこと、何と程度の低いことが分かったんですね。一科目だけやりありますと、何か分かって思っております。全科目やると何にも分かってないこと、何と程度の低いことが分かります。私は運が良かったんですね。大阪大学工学部に入った時に工学部長が特に私に言われたことは、今でもあの時はそんなことと思った。でもそれが全学科やると分かりましたね。工学部長が言われたことはこうだった。現在私らのやっている工学、医学というものは定休なる一種の宗教で、宗教のようなもんである。何にも分かってないんだとおっしゃった。で、私はその頃まさか思ったけども、自分が工学医学療法やって分かったの、本当に分かってないということですね。現在の人間はその分かってないところで物事を判断しているんです。間違ったことを判断しているんですね。この宇宙のメッセージが書いてありますよね。自動車のエンジン、ね、飛行機のエンジンでもですね、もう一段上がった人間が設計すれば、ガソリンを炊いて空中へそのまま出さずに、元の状態にそれを戻して空中へ出せば何の被害もなかったという。ただエンジンだけを有効に使って、あと空中へみんな掘り出しまった。もう一段上がればよかったんです。それをやってないからもう大変だ。仕事だし、それをやっております。毎晩1時間、子供からずっと10年近くそれをやったんですよね。そうしますと脳波が下がります。脳波が下がりますと、今から1000年前のこと、1万年前のことが全部思い出されるわけです。誰もそんなことは信じません。私はそういうことを大阪大学であらゆることを物理的に実験したものですから、物的証拠がないと認めなかった。だから私は昭和50年60歳まで、私にとって不思議なことが起こるけれども、あらゆるそれを物理的現象を
きちっと証明されたものはそうだと思うけどもですね、その不思議な現象が起きてもそれが神仏とかにつながるとは全然考えなかったわけですね。私に大きな影響を与えてくれた法学部長は定年で辞めるときに言われたことはこうです。今までいろんな勉強をしてきた。で、私がどうしてもわからないことがある。1たす1はイコール2。当たり前。1たすイコールは2。どうして1たす2が2なのかわからないとおっしゃった。その法学部長、これから私の残っている生涯、1たす1はどうして2、どうして1たす1たす1は 2になるかという研究を一生問題すると言いましたね。当たり前だと思う。でも本当に1たす1が2になる証明を誰もやってないですよね。思ってるだけなんです。例えば私はその頃にね、いつも公園で言いますけども、小学校の時に小学校行きましたら、道引きのことを先生が言いましたね。お月さんの引力によって、引力でそこが膨れるから、そこ内潮になり反対引き潮になると教えられた。ああそうですかと聞いてた。ところがちょっと 中等学校高等学校行った時にちょっとおかしいなと。そしたらお月さんは1日に1回しか回らない、どうして満貫が2回起きるんだなと思いになったわけですね。先生に言ったら先生は答えてくれなかった。大阪大学で初めてそういうことに興味のある人がちょっと一回根本的に考えようということになってね、どうしてお月さんが1回しか回らないのに満潮干潮が2回起きるかっていう問題を徹底的に出した原因がはっきりと分かったわけですね。そんな簡単なことすらですね、分かってないんです。皆さんに聞かれたら誰もどうして満潮一日にお月様1回しか回らないのに、どうして満潮が2回起こるか説明できる人ほとんどいないと思います。思ってるだけ。その先生に言われた 1+1 は2、どうして1たすが2なのかわからない、それをはっきりと説明する誰もいないと思います。私たちがそういうことから物理の根本を徹底的に研究したわけですね。だからそんな普通の学校みたいに細かいことを上っ面そんなにたくさん覚えてないんです。何が必要があれば専門書があるからどれか分かります。私はその世の中の根本の根本を徹底的にだったわけです。例えば中学校でもそうですね、摩擦電気の実験があります。棒をこうする、グランネル猫の輝きを静電気が発生すると書いてあります。あれも真っ赤な大嘘です。いくらこすっても静電気は全然発生しません。それも実験で確かめました。何もガラス棒と猫の毛皮で発生するんじゃないんです。私はそれも徹底的に実験したわけですね。きれいにガラス棒をしまして、それをですね、ジオグリスの中に入れます。周辺をオイルを全部しましてジオグリスに入れます。そして十分に表面をきれいに洗って、全部完全に覆いしたらそれを水中から上上げときます。水中からガラス棒を上げまして、そのそれで水分がなくなった頃にそのガラス棒を測るわけですね。どこを測っても電圧は全然ないわけです。水の中に出しても電圧はないんです。その電圧がない状態でですね、猫の毛皮でどんだけこすっても電気は全然起きないんです。ところがそれをして、今度はそれから周辺のオイルを外します。オイルを外しますと、観測してますと、この空気中から小さなものがね、ほこりが飛んでポンとつくんです。ほこりがついた場所が、それを電気で測りますと50ボルトとか80ボルトとか、そういう電圧が、ゴミがつくとポッと電圧発生する、点々です。
その電圧が発生した、点滴が発生したところを猫の車でいっぺんこすりますと電圧が、それの元の電圧のいっぺんで必ず2倍に上がります。次にこすると、それまた2倍に上がります。ところが、いくらこすっても周辺から何もしついていない、電圧のなかったところは全電圧発生しないです。空中から物が落ちてきて、そこへ引っついて、電荷のあるところだけが2倍、4倍、8倍と電圧が上がるだけなんですね。電圧のないところは何歩越しの電圧は起きないんです。だからガラス棒を猫の毛皮でこすれば電気が起きるんじゃないんです。空中から物が飛んできて、そこへガラス棒へつく、そのガラス棒へつくったところに電圧があるから、その電圧を1回こすると2倍、4倍、8倍上がるだけであってですね、あれもとんでもない大きな間違いを見てるんです。そんな間違いがいっぱいある。誰もそれを不思議に思わないんですね。私はそういうことを徹底的に反対に、ほとんど自分の生涯を費やしたこういう実験をやりましたね。まあ、そういうことをしておりましたので、私は阪大工学部でいろんな学科をやったため、その学科学科で発明をどん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 やりました。だからあらゆるものができたわけですね。例えば26歳、23歳の時に発明したのがエレキギター、電気ギターです。23歳で電気が発明しましたね。一番最初できたのは17歳、昭和7年、17歳で嘘発見器を発明しております。22歳、3歳頃にもいろんなもの発明、だから、皆さんの家でみんな使っておられる瞬間の、ね、お湯になる瞬間湯沸かし器も21歳の時にあれ発明しておりますよね。家庭用のものほとんど私のは何も発明しようと思ったんじゃないです。いろんなことをしたためいろんなことが分かるから、勝手に必要なものが出てくるだけなんですね。その時にあった言葉、必要は発明の母って言葉、何にもこれを作ろうと思わないです。普通の一般の家の中におって、あ、こういうものがあれば便だということから必要なものを作っただけなんです。瞬間に流れた姫があるお家へ行ったんです。奥さんがね、手が冷たいと言うてる、あんないい家の奥さんが手が冷たいと言うてる、あ、では水が流れる間に温度を上げたらいいんだと、おっと瞬間に流しが出たわけですよね。昭和18年にご飯を炊くのにですね、ご飯があまり長い間炊くと真っ黒くしたら焦げる、十分ご飯が炊けてないと変なもんだ、そのことからいちいち女の人がね、神経使ってご飯炊かんでいい、ご飯がちゃんといい状態になったらこういう状態になってるか分かったんだよね。だからそれによってですね、ご飯が勝手に炊ける装置を昭和18年に作ったんですね。水とお米を入れておく、ご飯が勝手に炊けるとガスがポンと切れてしまう、昭和18年に発明して、私の家ではそれをずっと使っておりました。誰も一般は使わない。昭和27年に始まるからそれを私の家で使っているという評判をされて、ニュース映画の人が来て、私の家でご飯食べるのをニュース映画で全国にあれ映したわけね。そうしますと電気業界がそれをバーッと作り出したわけ。瞬間湯沸かし器もそうです。私がものを発明してから10年から15年しないと一般の人はそれをまあ作ることも売ることもしなかったわけですね。私はだからほとんどの発明品が
15年とかもっとしてから一般に使われております。今どこのビル行ってもドアの前だった勝手にドアが開きます。あれも私が昭和何年頃に作ります。私の家ではそのご飯炊く掃除の時もちゃんと私の家はそれで使っておりました。その流水映画では私の家でご飯が炊いてそれを入れ移してねお椅子に入れて秒で持っていくのを勝手にするってあるそれを朝日ニュースでやったわけですね。何にも頭を使わない、使わない。必要なものだけ作るだけですよ。私の場合は、新しい製品を作るのに大概1秒か2秒しかかからないです。頭は使わない。何でも作るんじゃないですからね。必要なものをその場で思うだけだから、頭は使わんでいいわけですね。ところがそれが分かってもですね、それを作る方法は普通分からない。私は運がよくですね、子供の時から、もう、数学とか、物理は大得意だった。ところが、栄養とか、国語、歴史、地理が大嫌いだった。勉強しようとしないんですね。だから、私は普通の中学校は行けない。と思ったから、最初から自分の意思によって中学校行かなかった。工業学校行ったわけですね。工業から高等工業、もう電気と数学さえあったらいいんです。あとの学科はどうでもいいんです。ところが高等工業の時に、私今お世話になった大阪大学の教授がそれを教えに来ておりまして、君は変わってるから大阪大学へ来いという。ということで大阪大学、私行くよ、でも何に入ったわけですね。そして私の専門だった学科の講義を聞いてました。通信学科。ところがその教授の講義がですね、私が高校時代に研究したことを大学の講義に使ってるんです。こんなバカなこと、こうで、まあ、それが運が良かって、それから反対工学の学科を全部他をやることになったんですね。だからあんまりそういう講義なんかも全部は聞かない。必要なところだけを聞くんですね。細かいこと聞いたらしょうがないんですよ。表面だけを、根本だけを得得する勉強をしたんです。あらゆる学科を全部した。だから私がその、初めに入った通信工学科ではですね、思いもよらないことを他の学科で知るわけですね。例えば、飛行機の研究をやった時です。本当にあれは思いもやらなかった。この日には空気からこの空気にですね、粘性があるということを全然考えたことなかったんですよね。空気のこんなサラサラしたものをですね、空気にね、そういう粘性があるのか夢に思わなかった。でも粘性があることが分かる。その空気の粘性ということが、今度今それを私が今ゴルフしておりますけど、ゴルフの時にその空気の粘性を考えると、球がよく飛ぶことが、飛ぶ力ができるわけですね。だからそういうことを昔やったことが、航空学科をやったために空気の粘性が上がる。空気の粘性によって今までゴルフを飛ばす方法が上がるわけですね。それから、例えば、私は、まあ、いろんなことがありましたけども、例えば、私は山奥、秘伝の山奥ですから、10月の17、18、祭りがある。祭りの時は、必ず、その甘酒を作る。その甘酒を作る方が、私田舎ですからね、お母さんがね、ご飯を炊いて、そこへ麹を入れて、日中で寝かして甘酒で作ります。でも、美味しいのができる時とか、辛いのができる時、わからないんですよね。ところが、その浄土学会に行きました。そこで実験をしたんです。実験をして、びっくりすることが発見された。その、
甘酒を作る菌ですね、麹菌だけがですね、50何度という温度が一番繁殖するんです。だからあと実験で甘酒を作る実験自分でやりました。お米を炊いて麹を入れる、1時間だけ摂氏55度一定チェッと保つ、55度に一定に保つだけ、それだけしますとですね、麹が完全に発酵をしまして、一昼夜私の山奥でやった時が1時間できる。ところがそれしますと甘酒が甘いです、すごい甘い美味しい甘酒ができるんです。つまりその時にはその私らのその甘酒を作るに必要な麹菌だけがどんどん繁殖して雑菌が全部死んでしまう、これ全部どうですか、甘酒ができる。そういう話をお酒を作るところで話をした日本の一流のお酒屋さん、早速それを使わせてもらおうと言ってやる。55度で麹菌を1時間保ちますと発酵完全で、今まで一昼夜かかったことが1時間でいくんですよね。そういうこと。それから私はですね、ある学科では真珠をですね染める研究をやりました。私はその研究は昔からやっておりましたけれどもね、1秒間に1000万回ぐらい振動する超音波を作ったんです。1秒から1000万回とかもっと自分で100万回のものもあります。そういうものを作りまして、そしてまあ普通の真珠を水に入れまして、それでそこへ赤い色素、青い色素、そのいろんな色素を入れます。普通その真珠をその色素を入れておきますと一昼夜も二昼夜もつけっぱなしだと真珠に色がつくんです。ところがついたら一昼夜も水に入れておきますから、あとを上げてみますともうこれ光沢は何が違うんです。私がそれをですね超音波当てながら入れますと1分から2分で色がパッとつくしまうんです。そしたら光沢はいいし素晴らしい真珠が出る、そういう発明をやりましたですね。その発明は それを実際今それをやってる会社から、私は何度特許申請みんなしたんだけど、これは特許申請しないでください、私の会社だけで作りなさい、特許申請やっておりませんけども、そういうものができましたね。私はその頃はですね、いくらでも発明が特許をどんどん特許が新製品ができますと、私自分で特許申請紹介、特許申請、ただ収入印紙1200円貼ればいいです、出し取りました。もう1000円紙以上集めます。そういうことによってですね、瞬間に沸かし器、ご飯炊くね自動炊飯器、まあいろんな家庭用のものほとんど私が発明して、1200円の収入費だけで特許申請をする。ところがそれが 1年に何十件なります。今度それを自分がそれを自分のものにしようとしますと、それからそれが自分の権利にしますと、あと1年に3万円とか5万円毎年特許を納めないといけないんです。それがものすごく考えるものですから、それができないから、私は特許申請だけをして、あとですね特許が決まりますと私の権利がなくしまうんです。もう私の権利を全部なくします。それを電気会社はみんなよく知っております。私が昭和56年大阪大学を定年で出まして、岡山の林村へ行きましたら、松下電器、三菱電器、古川、東芝、なんか日本の電気会社トップの会社、5つの会社のトップの人が5人同時に来られまして、私に言われた、私先生長い間大変ありがとうございました、あなたが特許申請されると私らの会社ではそれを全部特許申請と同時にですね、それを商品化する研究をやりまして、あなたが何年か後に
それを全部無効処分になさることを分かっておりますから、あなたがその無効処分になさった日からそれを商品として発売するようにやってきました。あなたが今まで発明されたものを全部自分のものになさっておったら、おそらく今4,000億円の特許料がありますね、とおっしゃった。私は新製品つまり何にも時間もかからない、お金もかからない、ただ1秒か2秒でできるから特許料なんか一銭もいりませんと言っておりましたけども、ところがそういうことをずっと続けてきました。私は昭和54年1月1日を覚えております。私は実は人間性測定ができるようになりましてから、人間の亡くなる日がピシッと分かるんですね。私自分の亡くなる日もちゃんと知っておりました。人間というものはですね、おにゃーと生まれた瞬間に死にがピシッと決まっております。私はちょうど人間性測定が昭和47年3月何度かできました。その時からですね、インスピレーションにより4、5万人を測定せよ、人間の全てが分かるという言葉があったんです。それから私は毎日20人30人犯罪の人に来ました。お金もずっと前に来ました。それで今から何年か前に何人くらいかなと思って数えますと6万人人間性測定しました。彼が私の修行だったんですね。向こうの世界からもうそれで十分だから、それ以上する必要ない、もっと重要なことにのみ使えよと言って、それが私がですね身の上相談を5万人6万人も引き受けたことが私の精神修行だったんですよね。お金は一銭もらわなかった。あ、それでこれで終わったんだなと思ったわけですね。そのうちにですね、種類がみんな分からなかった。私最初の頃みんな来られる方にあんたは何年何月何日死ぬと言っておりました。ところが向こうの世界からそれを言うな、救える者には死ぬ日を言えよ、救うことのできない者には言うなと言って、それからあと言わなくなっただけであってですね、もう死ぬほど発揮したものはないんです。絶対変更できないんです。私の有名な一つの話がそうです。今から5年前ですがね、昭和天皇が亡くなる1ヶ月半前から公演の旅をって、その頃は公演が月15回ありますよ。1日目の公演です。全部その時にね、天皇陛下は1月の何かになったりますと言い切っちゃった。法務にそれ問題にもなりました。私の林原の会社は毎年1月5日に全社員集めて宴会をします。12月21日にその宴会の全責任者が来まして、私が全責任ですけども、天皇陛下は1月の5日までに亡くなったら新年会できない、新年会1月なんて言えと5日なんで、でも12月の末までに注文しとかないと、たくさんのね700人が800人集まりますんで、年末までに注文しとかないと料理を作ってくれない、どうしようか困っておりますと言った。私はその人に言った言葉、ね、天皇陛下は1月何日に亡くなる、安心してやりなさいと言ったわけね。ところがその何かの悪で会社の食堂へ行きました。その人が来まして、恨みがしく礼をしてありがとうございましたと言い出した。周辺の人は何やったのっていうその話をして、12月21日に伺ったら、天皇陛下1月の何かに亡くなるから安心して新年会しようと言われたんで安心してやったんですという話があったわけね。今日人間の周辺ってのはもうきちっと決まってるんです。偶然は何もないんです。私自身もそれが分かったんです。私はその6月前から昭和54年の1月まさに死ぬことは自分で分かっておったんです。だから私は医者へ行っても何もせんでいい、
何をしたって私はもう寿命何回しかないんだからと言って医者とか今そう言うときましたね。そして私はもう昭和54年1月の末に死ぬちゃんとつもりをしておりました。そうしますと昭和54年1月1日朝早かったです。私夫婦と子供2人と言いますと朗々たる声で、まあ、宇宙人の声か神の声か聞こえてくるんですよね。インド語で来ました。何時は長年にわたりて陰徳を積みたるがゆえに何時の寿命を延ばすということは、そして私は何時の守護神となり何時に大いなるエネルギーを与えるということは、そして私は何時の守護神となる何時の後ろへ着くまでは神武皇后の守護神もう子供の守護神だということもあったんです。その時に私は神武皇后の子供を1600年前の神武の子供というのが分かったわけなんですね。そうしますとそれからですね姫路の山奥から出たものに対して宮中との縁が次から次へと出てきたわけなんですね。そしてその時のですね何時は長年にわたりて陰徳を積みたるが故にってことも意味わからなかったんです。それは私の尊敬する中村和尚様にお聞きしました。あなたが今までね瞬間に若し日とかその自動炊飯器電気ギターそんなものを作っておりながら一銭も自分の収入にやってない、自分は一銭も儲けずに多くの人に幸福を与えた、それを神神仏の世界で陰徳を積んだというんですと教わったわけ。初めてそれが分かったわけですね。だから私がただ私は瞬間に発明できるからお金はいらんと言ってやってきた、それをちゃんとその世界では陰徳と呼んでくれるということをね、人間やっぱりどんな時でもコツコツとやってること、そして私のその時に教わったことはそうなんですね。修行とは水をかぶったりお経をあげるんじゃない、そんな暇があるんだったら1分でもいい5分でもいいから自分外の人間に幸福を与えよう、それが人間の最高の修行であると言われた。私は本も読まない、みんな必要なことはそういうことを教わるわけなんですね。それがみんな脳波が知りたいなった時なんです。私は脳波を知ったのに子供の時に6年も7年も毎晩1時間もかかって6、7年もやった。ところが今から何年か前です、この皆さんも私の機械だいぶ お使いですからね、この頭で使う頭レクザーの機械パラメモリー、これがそうです。7年か8年前に本当は50年前に1回信号があったんです。まだこれ7年前に信号がありますよね。人類は今救うこと不可能になった、人類は救うこと不可能になった、何時は執念を残さずに死ねるように導きをってこれを作ったんですね。これは頭を行くためではないんです、執念をなくすためにこれを作ったんです。ところがそれまで250年ほど時間がありますから、その間皆さんが使われて欲望を捨ててこれを使うと頭がものすごいようになりますね。病気も治りやすい、そういうことが見つぶったんですね。このそうバラメモリーをですね頭にかけて何にも思わずにじっとしておりますと目の前が真っ白く光ります。真っ白く光ってきますと、その次の瞬間に自分自身の何百年か昔の
自分自身が鮮明に映ってきます。自分自身の姿が鮮明に映る、何百年昔、あるいは千年昔が映ります。それが映りますと、人間は一回きりじゃない、ああまだ今死んでもまだ来れると自分で分かります。執念を残さずに死ねるようになるんですよね。そのためにこれ作ったんですよね。ところが それがなくなるまでじゃなしに、これを使いますと、子供さんは欲望を掘って使いますと、本を読むときにですね、覚えようとしないで、ただ一ページを眺めるだけ、スーッと活字の目を追います。一秒か二秒で頭にポンと収まります。一ページは一秒か二秒で頭に全部収まる。それは一生忘れない。覚えるさえ全然入らないです。ただ眺めるだけ。眺めたらパッと入ります。私のところに来た報告に来た人がそうですね、前もお話ししましたけれども、ある岡山の高等学校の校長先生と、それから別の人が同時に入ってきました。校長先生の話はこうです。これをこうで帰った。これは原因はですね、毎朝生徒を集めて、前で訓示をする。原稿を読むのかっこ悪いから、朝早く来て原稿を書いて、これで全部原稿を全部、暗記しようと思って校庭行った。ところが学校行って原稿書いて一生懸命に覚えとするのに全然覚えられませんって言うんですね。そしたらもう一人の人はですね、私はこれを校庭書いて何にもすることないから口が開かん、ね、横にあった本を眺めてた。全部本が頭に入りましたというんです。その本とは六法全書だったんです。それから3日後にある重要な問題が起きた。そしていろんな場合で意見が出た。私はポッとそんなガタガタ言わんでいいんだよ、何ページ何章にこう書いてあると言うた。みんなびっくりした。一つなこと覚えた。ああそうやなって言って覚えたことはないのに入ってる。そして六法全書、それは後から試みに、どこを聞かれても何ページ何章全部頭に残っておりました。覚えようとしないから全部覚えた。校長先生はさあ覚えて、これからシャブロズが覚えられなかった。これを使う時も欲望があってはダメなのに、何にも思わずに本を見ると本の全ページが頭に瞬間に収まるわけですね。ところが、それはまあ遠くないそれに使えばいいんだって。本当はこれを使って、脳波がシータ波以下に下がりますと、真っ白な光が出ます。その光が出ますと、自分の何百年か昔が鮮明に映ってきます。自分の前世がわかる。前世がわかれば、あ、人間まだ来世があることがわかる。だから執念を残さずに死んでいけるわけですよね。こういうものみんな宇宙から、宇宙人からのメッセージ、だから私の発明はこれだって1秒か2秒でできております。バイライトもそうですね、みんな1秒か2秒ですね。バイライトがやってできたらすごい結果が良かったんで、私がいいものができたなあとで自己満足した、神の声がありました。何時うぬぼれるな、何時の作った代表ライトは1億年昔にあったものである。何時の頭の何ね、頭の波動と1億年前の世界の波動があったために、何時の頭に設計図が映っただけであると言われた。何にも新しくないんです。私の発明品はこれは11万年前作ったもの、電気スタンドバイライトは1億年前にあったものです。思い出すだけです。私の思い出しということは脳波がシータ波になります。皆さんの使っておられる、ね、テープレコーダーはそうですね、新しい音を録音します。古いのは全部消えます。何回でも新しい音を録音する古いのは消えます。それを何回かやります。音を全部なくします。音を全部消してしまってテープレコーダーの増幅率を1万倍にします。
もう一つ伸びてテープがあって、そしてその音を全部消したテープを聞きだったら分かります。今まで録音した音が鮮明に全部響いて全部分かります。増えてきます。人間の中にいる生命体がそうなんですね。生命体というものは10億年前の記憶も全部持っております。今現在中にいる生命体はですね、生きているための騒音のために現在しか出てこない、前世が出てこない。ところが脳波は敷いた範囲にする、つまり音を全部消してしまって臓器を一番前にしたと同じことです。前世の記憶は全部戻ります。私の発明は何今じゃないんです。私は研究者は一生懸命時間もいりません。脳波を敷いた範囲に下げる、1万2000年前のことだって鮮明に覚えておりますよね。脳波を下げればきちっと思い出されるんですね。私の家に前もお話しましたようにね、口から真珠が出る、仏像が出る、ありえないことがどん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 起きました。私は昭和50年まで反対公務員ですから、この世の中に他に仏そんなものは絶対いないと言い張っておりました。でも人間の力ではできない仏像が目の前に現れる、恵比寿様、大黒様、観音様が出る、それもあれしか10億円のものも 出たわけですね。私はその頃もう疑ってもこんなことが人間でできないことができる、その仏像もですね、一見普通の人間の作ったように見えますけど、木星に見えますけど、分析してみますと木星じゃない、空気を足伏せで作ったんです。現在の物理ではそれできません。空気を足伏せで仏像ができてるんです。そういうものが目の前にある、私の家に残っておりますけれども、そういうことがありますので、もう疑い切れなくなったんですね。こんなことは人間でできない、では昔から言われてるね、こういうことができることを神仏で言うんだなと思うようになったんですね。そしたら神様の声が聞こえましたね。何時神仏の存在を信ずることできうれば、本日を限りとして神仏に対する依存心を全て捨てよというんです。神仏があることを分かったらそんなことは忘れてしまえというんです。そして神仏は人間の願いは一切受け付けないというんですね。お寺行って拝む、お宮さんで願う、何の役にも立たないんです。神仏は人間の願いは一切受け付けないという。そして神仏とは生きている人間の肉体の中におるだけだという。つまり自分自身の中の生命体、それが神仏そのものである。周辺の人に、多くの人に幸福を与えれば与えるほど自分の中に多くの神仏がやってくるんだという、それを教えられたわけですね。この前ここでね、名古屋でこの前でも話しましたね。今年の去年の2月、おととしの2月、飛鳥神宮で講演しましたね。名古屋の大きなお宮さんです。私は飛鳥神宮の正面で精神統一して脳波を敷いたんですが、エネルギーは何にもありません。中で声を振っている神の人のエネルギー、赤色のあるだけです。神も何にもおりません。まだアクルトシもまだ親子同士だ、何にもおりません。それを飛鳥神宮で2回講演したんです。飛鳥神宮の中の人が大勢聞きに来られました。一体どうすればいいんですかとおっしゃった。昔々ここには素晴らしい方が祀ってあったんでしょう。だから 今ここに飛鳥神宮に勤務されておる方が精神修養、つまり周辺の人に多くに幸福を与えて
人間性が上がることによってここに中に昔祀ってあった神様と同じ神様があなた方の中へやってきますって、そうすればこの宮さんには素晴らしいエネルギーができるんですよ。ただ声を振って祀ってるだけダメですよって話をしましたけどね、どんな大きなお宮にも神仏はおりません。その中にいる人間が素晴らしいのをおりますと、その素晴らしい人間に素晴らしい神仏が一緒にいてるだけなんです。神仏とは人間の中におるだけなんですね。他にはどこにもおりません。そしてその時にありました言葉がそうですね、神仏は人間の願いは一切受け付けない、でももしもどうしても神仏に対して願いたいことあらばという条件、その時はですね、願いを忘れて、願いを忘れなきゃ、欲望があったらいけない、願いを忘れて、ね、そうなったと思えというんですね。実は私が岡山へお世話になった林前社長様はそうです。18歳でお父様は亡くなって苦労された、まあ普通の子ではなかったので私にお会いして何しろ決まってるよとおっしゃった、それその時に言うた向こうの言葉をそのまま伝えたわけですね。人間一生懸命やっても何も役に立ちませんよ、そのまませんでいいからね、頭の中で出来上がっていることだけを実行しなさい、実行した以上は神経を一切使いなさんなという、それだけです。先生分かったとおっしゃって、それから2か年後に来られて、その通りした経営でこんな楽なものとは夢にも知らなかった、頭の中でできてることだけを会社へ来て命令する、もうその通りこと分かってるから、会社というのはもう昼目の場所であった、会社へ行って命令を出してただ眠ってるだけでどん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 良くなって2か年で売り上げが15倍に上がって、こうして世界中からお客様がやってきたというんですね。私はそれで人間性を測りました。林原社長の人間性の器が70代になっておりました。そうしますとインスピレーション、神の言葉ですね、あったんですね。神仏は全部の人間に幸福を与えようとしている、ところが神仏がいくら与えようとしてもその幸福とは器いっぱいのものである、器の小さいものにはいくら与えようとしても器いっぱい以上与えられないから、幸福が欲しければ自分の精神の器を大きくしなさいというんです。林間社長さんは70代になっている、だから70代の幸福が来てね、世界中の人が来る、器が大きいからみんな寄ってくるんですよね。だから結局人間性が大きくなる、器が大きくなる、幸福が勝手に来るんです。夢を持って集まるとよく言います。私は大阪大学の時は合上変物、私の生命体友人会すごい合上変物だから、そんな人ばっかりが集まってた。ところが定年で辞めて岡山林間さんとお世話になったら、行った瞬間に私の人間性も林間社長の人間性に丸く変わってしまったんです。そうしますと私のところへ近づく人はその丸い人間、素晴らしい人間ばっかり、反対の時は私の発明品を横取りしようとしたらばっかりが来ました、いっぱい来ました。それが岡山へ行って最初社長のところから社長がまん丸くなった人間、私もそれに惹かれて丸くなったらしい。そうしたら日本のトップクラスでいい人ばっかりが来られるわけですね。夢を持って集まるそこなんですよね。だからよく人が目を見そうな人に言うなりました。私の友達にはまともなのおらんという、
子みたいなのないから松尾みたいな人が集まるわけです。自分が集まるだったらそれが集まるわけですね。だから自分と同じものが集まるんです。だから自分の人間性を良くすればいい人が集まってくるんですよね。無を持って集まる、本当によく言えたもんだと思います。その子供の時の無を持って集まるのその一番最初にあります言葉を思い出しましたね。イワシの頭も新人からという言葉、それを反対医学で作ると思ったんです。人間の肉体というものはですね、そう思えばその通りになるということですね。イワシの頭でもありがたいとかありがたくなってくるんです。どんな言い声でもこんなこと思ったら何の効果もないんです。私が反対医学である45歳の男を診察した時です。その人の胃をレントゲンで見た。完全胃潰瘍になっている。顔見たらものすごい神経質ですよ。これ胃潰瘍になっていたらこれは本当に悪くなくなるとは言わなかった。あなたの胃を見たけどもレントゲン見たけど何ともないですよ。でも何ともないけどもね、念のために1週間後もう一回いらっしゃって薬もあげると病院もなぜに返しました。医師の方に行きました。レントゲン見た。胃潰瘍はきれいになくなっておりました。そうなんですね。あの時に私がですね、胃潰瘍です薬を渡したら本当に胃潰瘍になったんですよ。ところが何ともないですよ。あれをレントゲンを示さなければ本人も納得しなかったです。レントゲンで写真写ったものを示して何ともないって言いたい。本人はレントゲン分かりませんからね本人はそうだと思う。医師まで胃潰瘍がなくなってしまうんです。人間の体っていうものはその通りでですね、これがいいとは良くなります。悪いと思ったら悪い方向に行きます。だからイワシの頭の信心からで自分がこれがいいと思ったら本当にいいんだよってですね、悪いと思ったら効果は何もないんですよね。日本の医療派簡単にはそういう意味の深いことを皆ちゃんと言っておることが分かるわけですね。それからもう一つは新しい本の新製品の報告をさせてもらいます。皆さんにお配りしてある中で、こういうのがありますね。こういうこの紙もですね、何もこれ病気を治すものが目的じゃなかったんです。これ先ほど申しました飛行機も自動車もガソリンを一滴も使わんでいい空気エンジンを作るこれ根本なんです。空気エンジンを作る根本、これをですね、実験しておった、これができた。これはだから、空気エンジンを作る段階なんですよね。実は、この機械を作りましたのは、日本で今、一番の中村和尚という素晴らしい人がいらっしゃいます。もう人間じゃないんですね。この辺の不可能は何にもないという素晴らしいお坊さんがいらっしゃいます。そのお坊さんが一昨年の7月です。私と中村和尚といつも2人で協力しまして、いつ地震が起きるかということを調べております。私はその頃毎月1回やっておりました。7月の2日です。精神統一して地震のことを測っておりますと、中村和尚が潰れることによってしばらく地震が起きないという信号です。実は私はこの頃は新宿に大きな被害の起きる地震があることをちょっとその頃前から言ってたもんですが、それを調べたんです。中村和尚が潰れることにしばらく地震が起きないという
その明くる日、偶然に中村和尚が入院した病院の方と会うことになったんです。昨日、中村和尚大変なことになった、すぐに手術した、お腹から彼石がいっぱい出てきました。これで麻酔が覚めてから和尚に、あなたのお腹から石が何百何十何個出ましたと報告した。和尚がそれ数が間違っている、本当の数はこれだけあると言われて、もう一回数え合わせた。324番さーんとは言いました。こんなミスクションないと話しましたね。中村和尚がその地震を抑えるために、東京地震を抑えるために全エネルギーを出した、それが医師になったわけ。医師は全部出したけどまだ完全に治らなかった。その時にリスペーションでこの機械を作り上げたんですね。神経波磁力線です。これを作ってきたんです。すぐにこれを作ったんです。そしてこれを持ってきました。そして中村和尚の机の前にこの機械を置いてスイッチを入れますと、和尚が手をかざされまして、今ここから出る信号を、私が1ヶ月間お食事もしないで最後の日に感じる信号、これがそうです、いいものができましたねとおっしゃった。そしてこの機械を和尚が1週間使われて完全に治りますって報告があったんです。ところがこの機械は、私が空気エンジンを実験しておりました一昨年です。これだな、あ、これが必要だなと思ったんです。ところがちょうど実験をそこまでの時に、今発表すると、あ、その資格が来るからやめよと言ってやめた。ちょうどその間にこれができてしまって、病人がどんどん治るということですね。この治る原因はですね、これは物理の根本のところに影響を与えるわけであります。こういうゴミは何みたいはい、結構です。実はこういう今度のその神経波治療というのはこんなことなんです。物理の根本のところに作用するんです。人間が病気になります。人間が病気というのは、人間の中の病気のその部分ですね、あるいはダメだっていうか、その部分が病気になる。ところがその病気になっている部分のね、中にも、まあ、水がいっぱい入るわけです。水がいっぱいあるんです。水、あの H2O があります。ところがこの角度は一応一定です。106度、あるいは108度、決まっているんです。このままでしたら水は普通の状態なんですね。中性の状態です。私が今度発明したこの真剣な磁力線というのは、一回にポンと音がする間で、あの小さな装置から1万ワット電流が流れます。1万ワット流れるんです。ところが小さいとこから1万ワット出るはずないんですね。と言いますと、私の今度発明したそれは大きなところで、普通の電気機械は電気は1分使ったらしまいなんです。私のこの神経波磁力線のこの機械はですね、いっぺん使った電気をもう一回使う方法なんです。電気が2回、3回使えるから、あんな小さなものから一瞬間1万ワットのバーンとパーツが出ます。1万ワットの大きな電流が流れますと、水の中にある分子、水素分子が一個こちらへポンと飛ぶんです。
水がこの状態でちょうどプラスマイナスゼロ、油性、それがここまで飛びますと、その水が中性じゃなくなるんですね。水が中性でなくなりますと、そういう水の周辺にある物質、ビタミン剤とか栄養剤がたくさん周辺に体の中あります。その状態の水がありますと、栄養物をですね、これが吸収する、水を吸収するんです。普通病気というものはですね、その病気になっている部分というのは、その病気になっている部分のその肉体はね、栄養をよく吸収しなくなっているのが病気になっているんですよね。ところがそれ、その肉体の部分は何も用語がなくったって、その中にあるこれが水がその状態になるから、その水がその状態のために周辺にある栄養物を水が吸収するから、そういう付近の部分がいっぺんに元気になって病気が治るわけだから、どんな病気でも治ります。つまりこれはですね、私は今度空気エンジンを作る根本なんです。これによって今までにあった、今までの私らが学校で教わった物理学の根本ですね、エネルギー保存の法則は根本からもう転覆します。古い頭では空気エンジンはできません。そのね、そういうことを着目しなければできないんです。一般の人は現在の物理学は絶対だと思って、とんでもない間違いだって、程度が低いことを着目すればですね、こういうことをやるんです。これによって空気エンジンができます。ガソリン使わずで自動車、飛行機、原子力発電の代わりも全部いけます。1997年中にちゃんとやってしまいます。こういうことの一部を今度はそれを病気を使うにやっただけなんです。これはそうなんです。これはそういうことの一部に病気を使うことに使ったわけですね。だから本当にあらゆる病気が全部治ります。実は今日もさっき話をしておったんですけどもですね、私のことをどこで聞いたか知りませんけども、日本じゃないんですね、電話アメリカからかかりまして、私のこの神経発熱線欲しいって言って、でもそんな機会アメリカへ送れませんって言うから、だから自分のうちのあるなんとか人が日本に今いてるから、それがこれから行くから一つ欲しい、それすみません、私はその人がアメリカへ送ったわけです。それでその人から昨日電話がかかって、まだ使い始めてから4日目ぐらいですかね。その人は日本人ですけどもね、女の人です。子宮筋腫が大きくなったので、アメリカでも一刻も早く手術者が何言われて、これで私のことを知ってこれを送ってもらった。3日経ったら筋腫が小さくなりましたと言って、もう嬉しいと言って昨日アメリカから電話がかかりました。そしてその人はいつももうね、両足が冷たいんです。足が冷たいから自由線の機械を足の下に置いて15分かけてたら、足がポカポカポカしてきまして、もう素晴らしい気持ちが入れすぎて電話かかりましたけども、そういうね、本当に物理の根本のところに作用する、この方式によって空気エンジンができるんです。もしもこの水がこの状態だったら、本当にね、液質をこのままの形だったら、今の物理学の通り保存の法則に従うんです。角度が変わりますと、これ保存の法則に従うわけなんです。1の力を加えたら7の力、10の力が出るんです。だから空気エンジンができるんです。現在の物理学を一段上がるところができるんですね。
だからこれ簡単なことなんです。その簡単なことを皆さんがね、大学出た人は保存の方はすごいエネルギー保存をじーっと覚えてるから頭からできないと思ってるんですね。これができるからエネルギー保存の保存がもうなくなってしまうんです。病気も治ります。これが脳波がシーターに触り出すと、自分が何万年何十万年前やったことを思い出すからこれができるだけなんですね。私の場合は何も自分で苦労するわけない。みんなにこの世界というか宇宙人っていう自分自身なんですよね。自分自身の何万年何十万年の自分自身でやったことをみんなをただ思い出すだけなんです。だから発明が1秒か2秒でできる、もう10秒かかるものは何にもないわけですよね。脳波が下がる、自分の前世が分かる、そういうこと。それで私がこのこういうしたメッセージを宇宙人のメッセージに言わせて、このこともはっきりと原因分かっておりましてですね、私の記憶では今からあと3億6000万年前まで分かっているんです。私は実はこのことは私だけ言うんじゃないんです。同じことをもう一人言う人があったからびっくりしたわけですね。GLA の高橋真さんと同じことを偶然いろいろ知ったんです。私と高橋真さんと生命体が同じものが分かれてるんですね。そういうのが偶然に顔は合わさなかったけども縁があったわけですね。実は私が言っておりましたことは、私はずっと前に自分の分かったこと、我々人間は今から3億6000万年昔、木星の内側にもう一つ地球と同じ流星があった。その地球がですね、今と同じですね、原子爆弾作りね、水素爆弾を作り、そして今度もうほとんど石油とかエネルギーが全部なくなったから、あともう一段上がる、あと融合のエネルギーですねを使い出した。ところがそのね、あれは使いますとちょっと失敗すると大変なんです。水にあれが融合しますと水が全部爆発するんです。もう入り切ってるんです。ところが今から3億6000万人ぐらいその世界で同じことをやったんです。もうその実験が進んで最後にそのそれが失敗して水が爆発した。その節は国民に潰したったんです。それを前もって分かった我々の昔ですね、今いうあの円盤を無数に作った、今地球では UFO という円盤を無数に作って、それにそこにおる人間を見直せて地球へ送った。ところが地球へ来たけど、まだ我々に人間の肉体は生活できる状態でなかったので肉体は全部滅びてしまった。でもその肉体の中にあった生命体だけでは修行することも進歩も何もないので、人間の肉体はないので仕方はなしにいろんな動物なんか減ったわけね。その生活が何億年も続いたために向こうの世界から来た人間は素晴らしいものであったが、そんな生活が何億年も続いたために 15% だけを残して、残りの人間は低級なものになってしまった。私に対する話はだから何時は残りの 15% だけに講演をせよ、残りの 85% は生きておるだけでいいので人間性の向上、そんなことは全然必要のない人間であるから、何時にいくら話してもわからないから、そんな人に話をしても意味がないから、残りの 15% だけに話をせよということをインスピレーションの信号があったわけですね。それも結局自分自身のそれ意識なんですけども、私は自分意識がないことでわかるわけですね。そういうことによって今から3億6000万年前にはすごいこういうことも全部ちゃんとできてたわけです。普通だったらね、水は爆発しません。
この状態で水は爆発します。それが3億5000万年あった、それを思い出しただけなんで、だからこれ3億6000万年前の記憶を蘇れて今やってる、それで空間人ができるわけですね。ところがこれはこの方法では絶対にね、その誘惑はしません、水は爆発しないで平穏なんです。その頃やったのはこれよりも一段程度の低い不動でやったんでね、あの水爆を使う核融合だったから水は誘惑しただけであってね、これはそれは絶対これない、きれいな状態でいけるわけです。人間は何に私もは考えないんです。私の発明した電気酸とバイオライト1億年前にあったものだと言われた、本当にそうですよね。何も新しくないんです。アッパンバックだって今からね、だから何千年か昔私がやったの、それもちゃんと記憶があってからやってるだけなんですね。だから人間一生懸命にやりますと目先の欲望ばっかりでね、大したことないんで、一生懸命することは程度低いんですね。一生懸命じゃないし、一箇所の一生懸命はいいんです。そのやってることに全エネルギーを詰め込むだけいい結果が来る。一生懸命とはもうただ目先の欲望だけでガーッと進むことじゃないわけですね。一生一箇所の一生懸命ですね、それをすればいいんです。この一生懸命です、この一生懸命やればいいです。自分のそのことだけを懸命にやるということ、実はあのこのことではですね、私の五分がそうですね。昭和50年、私が60歳の時にシングルになって、そして九州、四国、中国、近畿地区の自然試験に出た時そうです。第一打を打つ直前です。その時、神の言葉に来ました。何時のゴルフ場は自分の、の足元を1メーター平方だけであるということは、何時のゴルフ場は自分の足元を1メーター平方だけである。ゴルフ場ってのは何百メーターもあります。思うから力が入る、飛ばそうと思う、前に意見がいかんかったら入れたらいかんと思う、それはうまくんでるんです。何時のゴルフ場は自分の足元1メーター平方だけです。足を踏ん張り方向を決めて、そして自分のやることはクラブヘッドボールに当てるだけでいいんです。当てるだけ、1メートル以上しかないゴルフで飛ばす必要ない、自分の仕事は当てるだけでいいんです。当てたボールは勝手に目標に行くわけね。それをグイグイ乗せようとか、あ、行けはまったらいかんとか、飛ばそうとか思うから力が入って方向が来る。何時のゴルフ場を1メートル以上で、これが一生懸命のものですね。どうすればこの世の中が全ていい方向に行くわけですね。私は本も読まない、ただノウハウが知りたんはるところをみんな向こうの世界が教えて、向こうの世界っていうのは自分の中にいる自分の生命体、つまり神や仏が自分が前やったことをもう一回思い出すだけなんですね。人間だから欲を掘り出すと前やったことをみんな思い出してきます。欲望がないと本当にこの世のが不可能はない。そして今言いましたようにね、これから250年後に人類は10分の1になります。お米も小麦も十分しかできなくなります。そして600年頃には世界の人口は約、ね、何千万人になります。でもそうしますと飛行機と自動車全部なくなりまして、そして空気がどん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 元に帰ります。そして5000年後にまだ元の状態になって、それから人口がどんどん増えてきまして、まだ7万年後8万年後にはまだ人口50億まで上がります。このことは11万年前、18万年前、25万年前、35万年前、ここ何回もやってるんです。でも私の今度空気エンジンによって、その600年後の世界の人口何千万人になることが、それが1000年か2000年後伸びる可能性はありますけれども、何万年とは続かない、もうこれで空気に思いますとそこまでいかないんですね。だから私のやることはただ1000年か2000年だけを人類が長生きできるためのものしかしょうがないんです。だから皆さんはですね、精神修行して脳を下げることによって
自分の一生前を鮮明に映しとる。この前も岡山であるお母さんが飛んできました。家の息子さんがですね、パラメモリをお父さんが取って使ってた、急にそのスペイン語で喋り出した。頭おかしかったり、とにかく頭おかしいんじゃないですよ。いつ持ってる子供は瞬間に一世前に戻ってしまうんですよ。だからそれ一世前の言葉で喋って見せてたんですけどもね、いつ持ってる子供はもう10分で前世に戻ります。ところが普通の人間は第二生命体がありますから、第二生命体のエミっていうのは今現在が何十年間人間としてきた、ああいう記憶が全部残ってるから素直に持って戻らないんです。5つ6つの子供さんは第一生命体だけしかないから、瞬間に元の世界に戻るわけですね。だから人間というのはその脳波を下げることによって病気は治る、前世が見える、全部見えるわけです。現在物理学ではそれは誰も言わない、現在物理とか医学では誰も言わないんですけど、そうなんですね。何時なんですかね。もうあと9時、今何時なんですか。はい、そろそろもう時間です。はい、あ、そうです。時間分からないで喋っておりますけどまあそういうことでですね、まあ私自身は子供の時から腹式呼吸によって脳波を伝えた。だから皆さんはそれ時間がかかりますから、この腹部に使われて欲を掘って使われると脳波が下がって、病気は治る、いろんなことが思うときになります。まあ、もしそういうことでですね、人間はやっぱり平平凡凡で生きておっては平平凡凡しかなりませんけども、いろんなことを普通の人の10代ほどね、何かをやります。いいことが必ず自分に戻りますね。因果応報というのは違います。私も今77歳だけど、腕力は何にもないのにですね、ゴルフがよく飛びます。今でもこの間でも岡山で本で270ヤード飛ばないと池にはまるコース270越して、その池を越したわけです。欲望を全部掘ります。ただ振り下ろす時の力は全部抜いて見えない、ただ指でつまんでるだけ。そして力は全然出ない、右膝を曲げるだけ、固まされる、脇を締めてグリップを停止する、力を全部抜く。これは勝手に増えたのが270飛ぶわけ。どんな力でも飛びません。振り下ろす時に力を抜いて、当たる時に力を全部抜く、グリップを停止すること。よくなる人は止まりません、みんなよく行きます。これ止めるんです、これ止めたら飛ぶんです。それをよくある人はみんな手が動くんですね。ゴルフだけは欲を抑えとれば、あんな優しいものはないと思いますね。まあ、そういうことで私のお話これで終わります。どうもありがとうございます。先生どうもありがとうございました。約90分間にわたりました。約90分間にわたりまして先生のお話を聞かせていただきました。いつも先生大体2時間半から3時間ぐらいを、ベースにお話ししておられます。で、私どもではもうすでに今回12回目になりますので、そういった面では時間を短くしていただきまして、むしろ先生のお話をお聞きいただいた上で、皆さんご自身がですね、お知りになりたいところを紙に書いていただいて、でそこで先生にですねお答えいただこうという時間を多く取らせていただいております。今最後に先生からの話がありました、ゴルフですね、欲望せればゴルフほど簡単なものはないということで、先生からいつもお聞きしてるんですが、なかなかこれを実践するのがですね、大変ということで、実は小林哲郎さんにお気に入りになっていただきまして、マサキゴルフ実践会を、開催させていただくことになりました。これは、ただ先生のですねお話を聞きするだけでなくて、実践しなければ意味がないということで、ゴルフをですねとりあえず実践しようということで、スタートするわけですけども、その辺のところをですね、イーターシップの小林さんからですね、簡単にご説明していただいて、趣旨賛同できる方はですね、ぜひ一人でも多くの方ご参加いただければと思います。
それでは小林さんにお話しいただく前に、とりあえず先生のですね、お話を聞きいただきまして、トイレに行かれる方もいらっしゃるかもわかりませんが、もう一度じゃあ先生に盛大な拍手でお出してから説明いたします。よろしくお願いします。先生お忙しいのにまたいろんなことをお願いしまして、どうもすみません、またよろしくお願いいたします。今杉山さんの方からもおっしゃっていただきましたが、素晴らしいゴルフをなんとか自分たちもその 恩恵に預かってというか自分たちも経験して、その270ヤードなり80ヤードをこの手で飛ばしてみたいという、気持ちが深くなりまして、まあ、そういう、メンバーの方をここで募りまして一度講習会をやろうと。でその中にまたいろいろとこう予定組んでるんですけども、我々でまた自主的にこうトレーニングをやりながら、それでまた先生に見ていただいてというその普段の練習も兼ねてこれから続けてやっていきたいと思うんです。でまずとりあえずは2月の20日に私と杉山さんと、それからあと津田さんという方と杉江さんという方が補給になってますので、これからどういうふうにそれをやるかという企画の会議をやります。でその後、今日申し込んでいただいた方に、何月何日にここで集まって一度合同練習をやりましょうという通知を出させていただきまして、それで4月の29日に本田先生にお出まし願って、実際にやってみようと。だからどこの練習場を使うかということも今これから調査して一番適当なところを探しますので、場所はまだ発表できませんけれども、日時だけはこのアンケートの申し込みにも書いてありますように、4月の29日の2時から4時の間にやりたいということで、この時間ぜひ開けておいていただきたいと思います。先日も288ヤードというところをグリーンエッジまで飛ばしまして、これは少しはこの正木先生のテープを見たり話を聞いたり、本を読んでると効果が出るのかなと私自身も今嬉しくなっているところですので、一緒にやられる方皆さん本当にみんなニコニコできるように頑張ってやりたいと思いますので、よろしくご協力お願いしたいと思います。どうもありがとうございました。それではですね、もし皆さんこ のご質問をですね、ご記入いただきましたら恐れ入りますが、後ろの方から順番順番前の方にですね、手を出していただきまして、前の方にですね、この紙が来るように。それからすみません、スタッフの方、じゃあ真ん中通っていただいて、この、質問事項のですね、用紙を集めていただけますでしょうか。それから伊藤徹さん、ちょっと磁力線受容器を持って前に来てください。磁力線受容器本体とコードをすみませんお願いします。今からですね、休憩を兼ねまして、新しい商品の、説明をさせていただきます。先ほど先生の方から、ご説明があったこの通りなんですが、今日は現物をお持ちしておりますので、皆さんにですね、実際にご覧いただければと思います。これがですね、現物です。これが、本体になっておりまして、本体から、こういった形でリング状のですね、ちょっとこれ重いですけども導線が、巻かれたですね、このコイル状、これをですね、例えばお腹の具合が悪い時にはですね、こんな感じでお腹にですね当てていただくんですが、こんな音がですね、こう話してますとね、ほとんど音は苦になりませんけども、これ今マイクで聞こえてますから、こんな音がですね、してます。
ます。私ども研究所の方に、2月の20日頃からですね、1台いただきまして皆さんに使っていただいてます。皆さんの感想を聞きしますとね、大体20分から30分ぐらい使ってますと非常にこう気分がいいということで、できればもっと、長いこと使っていたいなっていうのがですね、皆さんの感想です。で、中にはこんなふうに頭に乗っけられましてね、10分ぐらいしてたらその頭が痛いのがね、非常にすっきりしてたね、そういった方もいらっしゃいますし、美容院の方で、一日仕事が終わると腱鞘炎でですね、もう腕が動かなくなるという方が、仕事終わって来られましてね、15分ぐらいこの肩のところに当てておられましたら、動く、不思議だってね、そんなケースもございます。それから昨日、三重の方から電話いただいたんですが、2月の20日ごろ子宮がんの方がいよいよその、切らなきゃいけないと、ですけどもご本人は、切りたくないということで、なんとかこの先生の発明された磁力線治療器で、試してからどうしてもダメな時には切るということでですね、ずっと手術を伸ばしてこられました方がいらっしゃいまして、その方が約2週間使われましてね、その子宮がんが非常にこう小さくなってきて、でおかげさまでその手術しなくてもね済みそうだというような報告をですね、昨日いただきました。で、研究所にはこれいつも置いてありますので、前もってですねお電話いただければいつでもお伝えいただきます。で、実際に1月の20日頃にですね、私どもの研究所で20代先生からいただきまして、それで、昨年の8月、9月にお申し込みいただきました方に、お送りさせていただいたんですが、その中で、使っておられる方のですね、ちょっと感想ぶっつけ本番になります、申し訳ありませんが、ちょっと佐藤さんすみませんが、第1号機です。ちょっとはい、ご感想どうぞでも結構です。よろしくお願いします。どうも、はじめまして、佐藤です。1号機をですね、お譲りいただきまして、私、別に、ここはという、悪いところがなかったんですけど、まあ、五十肩というのが、肩の痛い時がありましたよね。で、この骨をして、このように、こうしてね、当てがって、3日ぐらい経ちましたらですね、痛みは完全に消えましたんですけども、まあ、左は痛くないんですけども、そのようにですね、それと例えば一日仕事終わりまして、別に頭が疲れてる頃は全然ないんですよ、さっきのようにね、そのようにやりましたですね、なんか非常に気分的にすっきりとしましてですね、これもなんか新しい療法かなと。このように思ったんですよ。そして目なんかちょっと疲れたし、このようにこうちょっと疲れたら、このように当てられるようになって、これもだから全てね、今当てられるところはですね、なんか分かれるような感じがするんですね。だから美容法はこれによってですね、相当もう無限というと大げさですけども、そのようになんかあるような感じがするんですけど、本当にこれらいい機会を発明していただきまして、本当に重宝に使わせていただいて非常に感謝しております。皆さんもぜひこれ購入されましてですね、お使いになると非常にまあ大きくプラスになると思いますので、ぜひお使いいただくといいかと思います。まあ、ただ一位の人もですね、非常にまあこのことを決めましてですね、まあ、まだ数がなんかありませんようですもんで、発売されたらぜひお使いになるといいですからって、まあ、いつもですとね、私新しい機械をまた先生の発明されました機械、ジューダーとかこれメモについてもそうでしたけど、それ買ってですね、まあ
ただで皆さんに差し上げて、実はお直りをしたんですけども、まあ、今度はちょっと後悔ですよ、そんなでも言ってませんもんね。まあ、その上にですね、今 PR しておるところなんです。まあ、私は本当に自分ですね、使わせていただいて、非常に感謝しております。以上でございます。どうもありがとうございました。この音をですね、この聞いていただいているだけでは、その全くどういう効果があるのかなって分からないかと思いますが、ちょっとこんな実験してみたいと思います。流れまして、磁力線がですね、こういう感じで出てるわけですね。でこれを例えばお腹に当てますと、この背中にまでですね、この磁力線が貫通するという感じです。従いまして、肩なんかでもこういう感じで当てれば、全部ですね、効くということです。飯島さん、すみません、いらっしゃいますか。ちょっと飯島さんいらっしゃったら、ちょっとお手を開けてください。飯島明子さん、じゃあすみません、ちょっと。飯島さんもですね、同じように使っていただいておりまして、不整脈が、良くなったという報告をお聞きしたものですから、じゃあすみません、ね。私は、正木先生が精神エネルギーを持っていただきまして、その磁力線のことにすごく興味がありまして、実は心臓が悪いものですから、なんとか治らないものかと思っておりまして、で大学病院とかいろいろ病院に来ましたけれども、なんか薬漬けするのがとても嫌で、先生の本を読まさせていただいて、岡山の方に失礼ながら押しかけていってしまいました。本当にその時に先生に日本こととか、その磁力線の病気を3時間ほど使わせていただきました。それで帰りにはもう水脈が治っていたんです、その時に。それでしばらく家に、私は千葉に住んでるんです。で家に着きまして、しばらくしましたら、また睡眠薬が始まりました。でも、今度、この磁力線治療器ができて、製品化されたら、きっと私は治ると思って、心待ちにしておりました。それで、早速、杉山社長さんの予約をさせていただいて、商品を1月の末に送っていただきました。2週間ほどですけど、脈が心房細動性の不整脈で、とても普通の脈のようなわけではなくて、脈が取れないような、数えづらいような脈なんですけれども、それが今はほとんど少なくなりまして、もうじき不整脈になるんじゃないかなと思っております。本当に素晴らしい商品を発売していただきまして、本当にありがとうございます。それとあと体の指をつけながら、前このパンフレットにありました女の方が顔がすごく変わった方がありましたので、そういうのを見せていただきまして、パラメモリーをつけて自分 の狭くなった心臓の弁が広がるっていうことを毎晩寝ながらイメージしております。今まだ病院の方で検査しておりませんけれども、自分の体がとても楽で、
以前のように息苦しさとかそういうことが全くなくなりまして、何でもできるようになりました。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。今この機会がですね、私ども研究者で100台以上のご注文いただいておりまして、大体月に100台前後の生産ペースだそうです。従いまして、1月の中頃の申し、1月の中頃までにお申し込みいただきました方に、2月末でですね、お送りできて、今お申し込みいただきますと3月末もしくは4月にですね、お送りできるような状態です。まだ私どもで全部で20台いただいている状態ですので、まだ試験例としては少ないんですが、実際に使われた方からですね、素晴らしい、成果で報告を聞いておりますので、これは、ご自身だけで使われるのではなくて、できましたらですね、周りの具合の悪い方にも使っていただければ、本当に先生がいつもおっしゃっておられる周りに幸せを与えることにですね、つながるんじゃないかと思います。そういった面では、お利用ご活用いただければと思います。それからもう一つですね、先生の新しい商品のご紹介ですが、まさき式バイオリズム系ができておりますので、これもちょっと簡単に説明させていただきます。伊藤徹さんいますか。バイオリズム系に合わせまして、先ほどのこの磁力線磁力ですね、先生のお話では、水のこう角度が変わりまして、周りの栄養分を取り込むということなもんですから、肝心の栄養補給が十分でないとですね、せっかくのこの磁力線も十分な影響を発揮しないということで、合わせましてその尿療法ですね、尿を飲むことと、それから健康補助食品としまして、林原から、発売されていますプロフィーラですね、こういったものをですね、合わせて取っていただいて、この磁力線を使っていただきますと非常にですね、効果的というわけです。それからバイオリズム系がですね、完成しております。私どもの研究所に在庫しておりますし、今日も、少し持ってきておりますので、ご興味お持ちの方はですね、お使いください。じゃあ簡単に説明させていただきます。これが商品なんですけど、こういう風な形になります。ここの下を引っ張っていただきますと、これがこれ4つ板が重なってまして、それで調整することができるんですけど、その調整の仕方といいますと、こういうバイオリズム数表というのがありまして、年齢に合わせてその数字が書いてあります。それでその数字にこのメモリのところに書いてありますので、それで合わせていただきますと、その表とその日付を合わせることによって自分のそのリズムが分かるようになっています。どういうリズムが分かるかといいますと、感情のリズムと、あとは知性のリズムと、あとは身体のリズムが分かるようになっております。こういう感じで
グラフのように書いてありまして、この黒い線、この横棒の線がゼロのところになっています。でこの上がプラスというふうになっております。こちらもここがプラスで前です。ここもプラスでここが前です。そしてここのところにゼロという場所が XY 軸の表のようにグラフのようになっております。そしてこの真ん中のところに赤い線がありまして、こういう、まあ、これ赤だと思っておいてください。でこの赤い線のところにその一番上が日付、1年間の日付表が書いてありますので、例えば今日でしたら2月の11日というふうに合わせていただきますと、今日のリズムが分かるようになっています。まあ、このグラフでいきますと、ここが点で、マイナス、マイナス、マイナス点、マイナスというふうになりますので、あまりいい日ではないということになるんですよ。上から順番に、この一番上がその感情、そしてその次に、姿勢、そして一番下が身体のグラフになっております。そしてこのコンディション その例えばここですとプラスプラスプラスというふうになっているとこれで評価が書いてありますので、いつ、どういうふうな形でもちゃんとどういう状態かというのが分かるように文章で書いてあります。まあ、これをマイナスマイナスマイナスですと落ち着いてこの表の文章が、落ち着いてできるだけ人でできるだけ仕事に従事してください。一人でできる仕事に従事してください。あまり悲観的にならないようにこの時期は全て控えめに休養を取り遊び備え心の構えを持っていけば良い結果が来る時期ですというのを、このマイナスマイナスマイナスの時にはそういう感じが大体あるというのです。あとは男女の組み上げの仕方や交通事故の予防、あとはビジネスの判断の仕方とか勉強や、思考アイディアの出るときとか、そうでないとき、いわゆる姿勢のリズムが要注意な人が分かっていますし、あとは飲酒のいわゆる身体のリズムが悪いときは、そのお酒をできるだけ避けてくださいとか、あとはスポーツですと、身体のリズムが良い悪いときによって、今日はやめておこうとか、今日はよし頑張ろうという。うまくまとめてありますので、どうぞ、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。あと皆さんからご質問を書いていただいているのか先生にご覧いただいておりますので、もう少しですね、ご説明なり、それからまた皆さんのですね、正解例をお聞きしたいと思いますが、
いかがでしょうか。中でも結構ですけども、パラメモリーでもアップアンダップでも何でも結構です。先生の商品を使いいただいたり、またあの先生の話を聞きいただきましてね、こんな成果出たよって方がいらっしゃいましたら、ちょっとお手を挙げてお話しいただければと思いますが、福井さん、すみません、お願いします。はい。いつもあの福井さんからはあの先生の商品を使っていただいて素晴らしいということをお聞きしているものですから、よろしくお願いします。うわ、こんにちは。このつもりはなかったんですけど、何度か私申し上げてますので同じ話になると思うんですけどね、また先生を私ご存じだったのは前先生の本の中に何回も書いてありましたので、一度かな方にお会いしたいなと思ってたんです。で、今から5年くらい前ですかね、友達から今日先生名古屋来てるからいらっしゃいませんかということだったので、早速飛んできました。で、その帰りにバイオライトとアップアンドアップを買って帰ってきたんです。で、あの私の女房はですね、軽症なもんですから、しょっちゅうの膀胱になって、まあ、往生しょったんですね。で、あ、父さん今日私膀胱になって困った言っとる日にちょうどあのアップアンドも来ましてね、これはもう実験材料が最高だなと思ったんで、今日これをお風呂の中に入って使いなさいということで、あまり説明をしないでね、使わしたんですが、いつもいいから今日まで膀胱の話は全く聞いたことありません。で、私も使っておりますけども、ちょうど今、女房の母親が来ておりまして、何のために来るか言いますと、アップアンドアップを使うのを楽しんでくるわけです。で、これ使うとより楽になるということで、元気使っております。で、今回も素晴らしい機会ができましたので、私も早速買わせていただいて、妻の母親にですね、十分に堪能してもらいたいというふうに考えているわけであります。それからバイオライトでありますけれども、これも私の方が財布を和裁やりますのでね、非常に細かい仕事をやってますで、私別にですね、バイオライト使えとは言ってないんですけど、この頃私が全然使わせてもらえなくて、女房が使ってるわけです。見ないかけに旦那もよく見えるなと思ってるんですが、本人は喜んで使ってますので、まあこれはこれでいいんじゃないかなと思います。で、最後にパラメモリでありますけれども、このパラメモリもですね、使いましてから、非常に不思議なことがいくつも出てきたんですが、その中の一つにね、私はサラリーマンでありますけれども、会社から、小林さん社長やれって言われまして、これやることなのかなと思ったときに、ちょうどパラメモリが手に入ったわけです。で、会社というのはどうやったら良くなるのかということは、サラリーマンやっとるときと、まあ、周りなりにも社長という名前をいただいたときとですね、意識が全く変わるのにまずびっくりしました。で、どうやったら会社良くなるかということで、まあ、日夜うんうんなっとったんですが、あるとき君が頭の中からですね、パラメモリーじゃないんです、パラ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 ーと出てきましてね、まず最初にこれやればいいと、2番目にこれをやればいいと、3番目にこれをやればいいという順番が出てきたわけです。で、まあ、事前にこう書きましたね。書きまして、それを今活用をさせていただいているわけですが、おかげさんで会社の経営も大変マークになりました。先生が言うように、何にも悩み事はありません。なんとかなるわなというふうに考えております。それからもう一つですが、例えば明日ですね、4時に起きたいなと思えば、パラボールも大体まあ30分前かけて寝ますと決めちゃいかんですから、かけてから閉じ止めて、ね、大きな閉じ止めるわけですが、大体4時に起きたいと思えば、4時に起きます。別に、その後疲れも何もいたしません。非常に不思議なことをたくさん体験させていただいて、ありがたいなと。身近にそういう方に接するのも素晴らしいなと思って、まあ、いろんな方にお知らせをしながら、まあ、現在来ているわけであります。また今回新しい機会もですね、私の周りに死にかけてる人だとか、脳一気で倒れたとかいう実験材料がたくさんおりますので、これはいいものを
まあ、大人の方じゃありませんけど、これはいいものが手に入ったなということで、その2つに喜んでもらえればいいなというふうに思っております。今後とも一つよろしくお願いします。どうもありがとうございました。あといかがでしょうか。もしどなたか、こんなことを伝えたいって方がいらっしゃいましたら、お手をお挙げいただいて、なければ、私も実際にパラメモリとかアクアダップとかいろいろ使っておりまして、まあ、この微力性治療器たまたま研究所に置いてあるものですから、まず自分が人体実験ということで、多い時には1日に2時間か3時間ぐらいですね、椅子にくくりつけまして腰のあたりとかですね、当ててます。で、当ててますと非常にこう体が軽くなる感じです。それから3日ぐらい前にですね、試しにということで、この磁力線治療器は細胞そのものを輝かせると。で、アップアンドアップはですね、その神経と筋肉に刺激を与えるということだそうですので、順番からいきますとね、まず細胞そのものを若返らせておいてから、アップアンドアップでですね、それを動かす訓練すると非常にこの全身が効果的ですよということを先生からお聞きしたものですから、試してみようということで、とにかく2時間ぐらいかけましてね、体中全部この磁力線治療であちこち当てまして、でお風呂で、20分ぐらいですね、全身にアップアンドアップ使いまして、で、出たんですけどもね、そうしましたら朝の4時半ごろにね、もうすっきり目が覚めました。で、それまではどうしてももう少しですね、朝起きるの遅いんですけども、その日に限りまして4時半ごろに、パッと目が覚めたんですけども、まあ、12時に寝ましたので、心身ともに健康であれば4時間半ぐらいの睡眠で十分なのかなって思ったりしたんですけどもね、それくらい、使った時と、使わなかった時のですね、差が、出たようです。先生、そろそろよろしいでしょうか。どうも、今いっぱい質問が来たんですけど、時間も大体いろんなご質問が、まあ、あるわけなんですけどもね、まず一番最初の質問が、北朝鮮何年後に地球の人口10分違うと書いてあるんですね。それでこの10分の1にどうして人口が減るかということがね、別にそれは今先ほど言いましたよね、これが空気がどんどんよく悪くなるんで、今マス割れがまず起きて、それから普通の樹木も枯れます。それからお米とかね、米とか麦とかそういうものがもうだん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 いくら肥料をやっても生産ができるようになってる。結局10分の1しかお米のできない、小麦とかなんかもできなくなるんです。だから人口10分の1しか生活できなくなるんですね。それで人口が10分の1になるということですね。だからこれは何かこの方の質問をされた、その宗教に入って自分の人間性を一段一段上に上げていくのがいいんです。だから宗教に入ってお願いします、神様お願いしますと祈っているような人は信念を持つことができない最低の人間であるということ。今日本でも大きな宗教団体ありますけど、一度入会した以上絶対にね、もうその団体がいくら嫌になっても一生ね、そこへずっと一年何万円かお金を持っていかなくてはいけない。その宗教でもうその宗教団体がもう嫌になったから、私はもうその団体を辞めると言うたら、その団体の上の方から、あんたが宗教を団体から脱退すればあなたの家に重大になるその不幸が来ると言います。
本当のだったら神仏、神仏というものは人間に幸福を与えるだけなんです。恐怖感とか不安感は一切本当の神は与えません。だからもしもそれをあなたが知らなければ不幸が来るというのは神仏ではない、動物霊なんです。動物が言うてるだけなんです。そんなことは信ずる必要全然ないわけです。この世の中でですね、もしも宗教団体とか何かで、まずお金を要求するグループがあれば、それは神仏ではない。先ほどの宇宙人のメッセージがありました。これからそういうのがいっぱいにはびこる動物霊で自分が神だというだけであって、本当神じゃない。だから それを見分ける方法はね、本当の神仏のグループであるから、向こうからは一銭もお金は要求しないんです。ただ幸福を与えるだけ。ところがその神仏でないグループは必ず先にお金を集めようとする。そこで分かるわけね。お金を持っていかなくてはいけないのは神仏の宗教じゃないわけ。低級な豚か犬かのそういう生命体の集まりがお金を持ってくるというんで、それで一歩必要がいいと思います。その次が、シーターハニー、どうすれば脳は違ってしまうんですけど、先ほど言いましたように、私みたいにですね、毎晩1時間も腹式呼吸をして、3年も5年もかかって、シーターハニーしました。だから、現在のスピード時代ってのはできません。私の頭の良くなるけど、パラメモリーをですね、欲を持たずに使えば、欲をなければ3日でシーターハニーになります。早い人は15分でもなります。欲望があったら一生下がります。だから、ところがシーターにあった欲望は全部なくなるんです。ところがそのシーターにショーという欲望がある間は絶対に下がりません。だから、まずそれをやる方法はですね、スプーンを同じ格好にこう2つにしつけまして、どっか目の分からん単独芸とのっけときます。そして何にも思わずにパラメモリーかけます。脳波が 11Hz になると一方のスプーンがギューッと曲がります。誰でも曲がります。 11Hz です。そんなの曲がって何百分経たないんです。あのことは軽いと低いことをやるだけだ。それは脳波が 11Hz なんです。そんなの曲がって役に立たないんです。そんなこと偉いことはとんでもなく間違いなんですよね。それが周波数が1秒間4、5に下がりますと、そこへ来ますと一切ないが映る、全部あらゆることができるわけですね。だからまず第一段階、自分の分からないところで、自分が普通では目につかないところで、もう同じものを2つばっきつけて乗しとく。そしてふっと1本曲がってる、1本曲がってればそれが脳波が 11Hz に下がったこと、11Hz の下がって、それのまた2分の1に下げていかんわけですからね。まず第一段階、スプーンが回るかどうかを実験すれば分かります。ところが自分が脳波が下がったらスプーンが曲がるという欲望があったら自分自体も曲がりませんから、欲を全部掘ってやらないためですね。それが精神修行です。だからまず 11Hz に下がるかどうかをまず実験やったらいいと思います。それからその次はですね、私が250年後に、ね、10分の1人口が減る、人口が10分の1だ、生命ではどうなるかと言います。私は脳波がシーター波に下がりますと1年間が300分の1秒になるんです。だから生命体では1万年というのは時間短いものなんです。なぜ今から1万年後にまだ人口が増えていきます。2万年後に増えていきます。私はそれを実験しますと、脳波がシータ波になりますと1年間というのは300分の1秒しかない。だから私にとって1年後というのは300分の1秒だから、
すぐ分かるわけね。だから人間の死ぬ日が分かる。1ヶ月後に死ぬ日だらね、3000分の1秒、10分の1ですからね、3000分の1秒ぐらいから分かるわけですよね。だから生命体にとっては、ただ1万年ってのは問題ないんです。1日か2日で1万秒経ってしまいますよね。私はそういう実験をしたんです。こういう、その例えばこれがあります。反対でこんな実験をやっておりました。こんなバカなことを言われたと思うんですけれどね。ここへ、これ上から完全にこう、蓋ができますと、ここへ日本線が引いてありまして、蓋ができると電流が流れる。蓋を取ると電流が消えます。それをやっておりまして、その逆に物を置いて、ノウハウをシータンかけて中へ入ったと思う。そーんと入ります。見てる人はよく入ると思うけど、お城風呂を始めますと、蓋を取って、消えて蓋をしているんです。ちゃんとわかるんです。何もよく入ったね。蓋を取って、消えて蓋をする。そうしますと、お城風呂の上にその時間が出る。50万分の1秒から100万分の1秒でできるんです。蓋を取って、消えて、また蓋をする時間が100万分の1秒。そういうことから換算しますと、1年間が300日になるわけね。だから、脳波がシータンを変えますと、普通の今人間の時間とは違う時間になるわけですね。だからそういうことができるのは結局は欲望を掘って、ただ何にも思わない状態のことシータンを下がります。自分が死んでるか生きてるか分からない状態。私はそれはいつでもできます。公園中でも散歩中でもできます。人間だって一番困るんですよね。お医者のあなただけは分かりませんけどね。私が思ったら、脈拍とか血圧が思う通りになってしまう。全然、例えば、人間ドック行きますと、今の必ずね、こちらから段を上がって、段を置いて、それを何回かあと往復しまして、それでその往復する前に、まず心電図を取って、それを運動しまして、私に取ります。普通はそれだけ運動しますと、脈拍がどんどん上がります。脈拍が上がる、血圧が上がっていきます。私はそれを反対に、初めにするときに、今日は運動をすれば、脈拍下がるんだと思っております。本当は運動すれば、普通脈拍が下がってしまうんですよね。それから、その血圧だって、自分の思う通り医者の前で、では今から上げますと、さあ、180まで、390まで下がして、もう脈拍、血圧、もう通りになるんです。だから医者は、あんたはさっぱり分かりませんよ。脳は死産を張ったら、肉体は重体になるんですね。だから脳波を死産にすることはですね、病気を治すのは最高なんです。私は反対医学でやってたことはそうですね。脳波を死産にします。それで万年筆をこれつけます。見てなさいよって。万年筆を突きつけて死産にしますというね。焼き広しがつきましたよと言うて思うわけ。マネーで取ると水溶きがバーッとできます。脳は死産をすると、それが起きる。だからそれを反対にやる反対のことが起きましたね。病気を治すのはシータ派にしたら、どんな病気もすぐ治りますけど、まあ、下げるのが大変。欲望のある人は一生下がりません。それから、人口が。それからこれは、もしも10分の1に人口が減ったら生命体は限られない。生命体は時間は関係ないんですね。あれはもう1万年、10万年、もう一瞬間ですから、どっちでもいい。それから生命体は3つでも5つでも5つも分かります。私の生命体だってね、分かれてます。しょっちゅう分かれたり、してたりやってる。という意味では分かりますね。大谷瞬間にそれが相手が分かります。生命体はだから、必要な時には3つ目、5つに分かれるし、必要なければ同時にこう元の通りにね、5つが1個にもなります。自由自在、そんな、何の宗教で生命体はね、人間が多いしか関係ないんです。ところがその人間がですね、私が最初この人間性が分かった頃にはびっくりしたことはですね、一世前が人間でない人が、一番うちのうち3人か5人くらいいけるわけね。だから昔そういう話が子供心に聞いたことありますね。今この世で悪いことをすると今度は、人間じゃない何かになるという本当にある言葉
本当だったということをね、自分で人間性測定しまして分かりました。ある時、無駄で岡山行きますになったんです。岡山大学 の先生、夫婦と娘さんが来たんです。小学校5年生から娘さんが来たんです。女の子に頭の位置が一本もないんです。それでその子にどうして頭を受けないのって聞いたらね、まあ、そこから始まるんですけど、実はその子供さんがおかしいって言うんで生命体の測定をしたんです。いくら測っても人間の生命体は出てこない。それでじっと生命体測ってみますと、人間じゃない生命体が出てきたわけね。それでそのお母さんに、この生命体は人間じゃないんですね、と言うてね、赤星インコの生命体についたんです。そしたらお母さんがびっくりしたりなんかして、ああ、それで分かりました。この子には人間の友達は誰もいません。自分の部屋に赤星インコ、70羽、こう飛びます。そして、この間3日ほど前に病気になった。病気になったらもう3日間一睡もしないで、インコのね、それがね、病気の看病をしておりました。それが、赤星インコが、昨日それが死にました。死んだら泣いて泣いて泣いて、昨日も今日も食事全然しておりませんという。頭の気のないことを聞いたり、あと娘さんに聞いたら、私、赤星インコが、その巣を作り始めたら、勝手に手が上がって頭の毛を全部抜くんですって言うんです。赤星インコってのは、巣を作るときに自分の毛を抜いて作ります。自分が赤星インコだと思っておりますから、巣作りの時期が来ると頭の毛が勝手に上がって毛を全部抜くんで、毛が一本もないわけですね。それは前世、赤星インコだったから、自分も現在そう思っている。そういう人間たくさんおります。それを有効に使っている人もたくさんいます。あるところでね、ある家です。中村武将がお知り合いの家に行かれた。その家のひいおじいさんが死ぬ時に、私はこの次にこの世へ出てくる時は足の裏に的場と書いて出ますと言うて死んだんです。ひいおじいさん、おじいさん現在、まあね、そこへ、この間、表玄関から牛が入ってきて、ここで玄関入って、からもひっくり返って、両手で押し上げても動くこともしない。そこへ、お嬢がちょうど行きつけたから、足を両手で押し上げてるから、足を一回きれいに掃除してあげなさいって。その家の人が足を拭いたら、牛の足の裏にちゃんと名前、まとまと書いてある。ああ、これ私の家のひいおじいさんだって言うてね、それで持ち主に話をして、その玄関の入り口のところに牛小屋を作って、そこへ牛は今まだ残っておりますとおっしゃっていましたけれども、人間だって言い行いもしない、あるいは自分が牛が好きであれば牛になろうと思う、牛になってしまうわけですね。そういう物的証拠があることもあります。それから、一人もう一人この質問でですね、お母さんのお腹の中に赤ん坊が来た時に生命体のことを書いてありますけどね、赤ん坊が来て生命体じゃないんです。妊娠する1週間か1ヶ月前に生命体がやってきます。私はそれ測れば分かる。もう妊娠しますって分かります。だからお父さんお母さんが子供を絶対産むんじゃない。生命体がまずやってきます。赤ん坊の生命体が、私はあそこの家へ行くんだ、あのお母さんが大好きだからあそこ行くんだと、赤ん坊の意識によってお母さんに行きます。何でもお父さんお母さん勝手やられたので絶対に産むんじゃないです。中村和尚の話を出してすみませんけど、中村和尚の娘さんが結婚しました。日本じゃない、外国へ行ってしまった。それで電話も何にも連絡ない。ある日です、男の子がやってきた和尚のところへ、おじい様、今度私お宅へ行きます、どうぞよろしくお願いしますって男の子が来た。何のことかなと思った
そしたら1ヶ月ほどしたら娘から電話があって妊娠したと言ってかかった。だから、まあ、子供を日本でお産しようと。それで臨月で日本へ帰ってきて赤ちゃんができた。赤ちゃんの顔見たらどうもうちが男の子とちょっと違うなと思ってた。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月だったらその完全にその赤ちゃんの顔がお城のところに来た。その男の子になってしまった。あの時うちへ来たのは本当に来たんだなっていうね。妊娠する1ヶ月前にちゃんとお母さんのところへ来てる。それでそのお母さん以外におじいちゃんのところでも今度お宅へ来ます、よろしくお願いしますって来るわけですね。子供ってなきゃしてお父さんとか家庭もんじゃないです。ちゃんと赤ちゃんの生命体が私はあそこの家へ行ったら幸福になれると思ってやってくるんですね。私の子供も650年前に縁があり、2人とも縁があります。全部分かっております。だからこの世の中に自分の家に子供ができるのは何も偶然じゃないんです。必要があってその生命体がその家へ来ようとしてくる。私が先ほど言いましたようにね、山奥の山奥、姫路の山奥に私は生まれましたね。それも町の町や村の名前もね、ウリウダという、ウリが生える田んぼとか言った、なんでこの辺と生まれたかと子供の時思ってたんです。ところが今から15年ほど前ですからね、西武の会社の社長さんから新田義さんって本を送ってもらえたんです。新田義さんがでもっと眠ってますと、私と新田義さんと一緒に今から650年前姫路の山奥に行ってるんです。私が親と生まれたその山奥の不良だって言ってるんです。それが書いてありましたら、私のお供をした人間2人、ウリュウ、シロウ、ウリュウ、シロウとサブロウと2人が私のお供であった。650年前に、ね、ウリュウ、シロウ、サブロウと引き連れて私の山奥へ行ってる。そこへ私は今日生まれて、私の意思によって生まれております。ところが私の意思によって生まれたところをですね、私 その石川町の町役場へ行きますと、何千年間かしたことがずっと記録してあるんです。そこに行きますと、私が今から5000年ほど昔です、はじめは姫路の方面におりました空中をその東方へ、東方へ、行く、その後を追っかけて行って、それの落下したところへ、お寺小宮を作れと命令で、5000年ほど前に、私自身がその姫路の方がその山奥へ行ってるんです。そしてそれの落下したところへ、お宮さんを作った。そのお宮さんが今から150年前に丸焼きになって、そして小説さん、その時にそのお宮さんの中に仏像があった。昔は神仏本郷ですから、そのお宮さんの中にあった仏像の観音様がですね、そのお宮さんがバーッと燃え出したら自分の力で空中へギャーンと飛び上がった。で、池の中へ落ちたらしい。それを今そこの私の村へ行きますとお寺に残っております。焼け逃げの観音としてちゃんと残っております。それが私の家の今から5000年ほど昔のことなの。私はだから昔から観音様に縁があった家で、そして650年前にも日体外に行って今世そこへ私が生まれてるわけね。だから人間が生まれるっていうのは偶然じゃないです。全部自分の生命体の意識によって5000年前が分かってる、650年前が分かってる、現在が分かってる。だからみんな自分の意思によってそこへ行ってることがよく分かると思うんですね。
それからそういうことでね、赤ちゃんがこれでね、もしも妊娠中絶をしたり流産したらどうなると、はい、人いるんですけども、実は私もね、今もその産婦人科は営業をやめましたけども、妊娠中絶専門の産婦人科があったんです。私はそれを数値で測りました。赤ちゃんのエネルギーを、そうしますとですね、子宮がんを患う女の人の9割は妊娠中絶の時に中におる赤ちゃんの生命体のエネルギーの大きな赤ちゃんがいますと、中絶したって肉体はなくなりますけど生命体は子宮に残るんです。それが子宮に残りますと子宮の中にそのエネルギーがありますので、全部子宮がんが起こります。子宮がんの下を調べますと全部が妊娠中絶をした人、そして赤ちゃんの大きなエネルギーの赤ちゃんの人は子宮がんになっております。ところがですね、中絶手術をした医者に1割から2割が赤ちゃんの生命体が移っております。神戸のある有名な大きな産婦人科、それはもう中絶手術の専門の医者だった。ある時に急に心臓がおかしくなった。私がそれを測りますと、あなたには妊娠中絶をした息子の生命体がいっぱいいますよ、それをちゃんとその息子の生命体が成仏するようにやってみなさいよという話から、そういう方面に入って息子の生命体が成仏するようにやっていきました。それを会議して、もう中絶医者はやめて、もうそれやめてしまいまして、今はもう全然やっておりませんけども、生命体のエネルギーがあります。そのエネルギーはどっかへ行かないといけないんですからね。妊娠中絶をしたそのお母さんの子宮に残るか、あるいは中絶をした産婦人科の医者に行くか、どっちかなんです。せめての小さなエネルギーはほとんどいいと思います。大きな赤ちゃんのエネルギーは必ずそれが起こりますからね。もしもどうしても中絶しなくてはいけない時は、赤ちゃんにお母さんがコンコンと申し訳ないけど頼むって言って、赤ちゃんの輪郭を得るまで精神的にね、すまないということを言うて、赤ちゃんが納得してくれてから中絶をすればいいですけど、それ以外はダメです。中絶したお母さん、そういうエネルギーが大きなお母さん、赤ちゃんの持った子宮は 100% 子宮が必ず起こります。それもよく分かっております。たくさんの例があるわけですね。妊娠中絶してまだ成仏してない赤ちゃんを持ってられるお母さんはですね、その中絶した日をきれいにして、毎月1回ずつ赤ちゃんのね、ない一番、引きにぎりそうなお菓子とかおもちゃとか何でもいいから、それを月1回ずつおさらいしてね、私は何も分からなかった、あんたに対して申し訳ないことをしたと言って、赤ちゃんにね、なんとかね、私は分からずにこんなことしてしまった、申し訳ないと言って、赤ちゃんに月1回ずつやっておられますと、赤ちゃん納得して天井から行きます。そしたら子宮がんは起こらなくなりますけれども、ほっときますと必ずしも、私は今までに風一パターン5万人、6万人測った、その中で子宮がんの人が相当たくさんいました。全部子宮の中に息子の霊が残っておりました。そんなことでこの世の中ね、因果応報がきっと起きます。偶然じゃ何もないんですね。そういうようなことがよく分かります。それからだから、そういうことよね。だからもう、もしも中絶したり、その流産したときはかわいそうだと思って、先ほどお見せしました宇宙人からのメッセージの中にありますね。人類は、ね、妊娠しないお薬を発明した。とんでもないことだ。それによって日本の女性は赤ちゃんを2人以上産まなくなった。これは日本の滅亡する根本であると書いてあります。
間はですね、もう赤ちゃんの時から人間性は決まっております。もう自分が何にもしなければ普通に自分さえ良ければと言うように暮らしますと、お宮を整えた瞬間にもう、死ぬ日もきちっと決まっております。もう人間のそれが一生涯の工程も全部決まっております。それをですね、人間は修行をするためにこの世に生まれてるんですからね。それをすれば運命も宿命も全部変わります。自分さえ良ければいいと思って暮らしておりますと、もう親方の瞬間に死ぬが決まってその通りに行きます。ところが、ね、多くの人に幸福を与えるようなことをする、つまりまず第一段階、まあ宗教でもいい、何でもいいから、そこで人間性がレベル上がることをまず勉強して、学校でもいい、人間性が一歩でも上がることを勉強して、勉強すれば、それからあとは周辺の人に幸福を与えることをやっていくわけね。幸福を与えようとするのは、欲望で何の役に立たない。この前もある会社の社長さんが来まして、私の会社は順調にいった。だからもう私はせんでいいから会社の経営を若い人に譲って、私は欲望を掘ってこれから社会奉仕をしますって言ったんです。欲望を掘って社会奉仕しますって言ったんです。私はその人に対してとんでもない欲を出したら飽きませんよと言ったんですね。あなたが本当に社会奉仕したいんだったらもっと収益を上げなさい、もっと売り上げを増しなさい、あなたの商品、いい商品を作ってるんだから、どんどん売れ、注文があるんだから、あなたの商品いい商品だから、いい商品がどんどんこの社会で売れれば売れるほど多くの人に幸福を与えるんだから、社会を自体だったらもっともっとね、自分の収益を上げなさい。収益を上げる原因は、数を売ったり、売り上げを増すんです。売り上げを増せば、あなたもいい、従業員も全部潤う。社会保障したければ、売り上げを増しなさい。ね、これはどうしても分からない。奥様それは。もうそういうのはね、程度の低い経営者はね、そういうことで、社会保障をしようっていうのはもう、最高の欲望であってね、苦労したかもしれないです。売名行為だけなんです。自分のやっていることが、多くの人に幸福を与える、それが本当の社会保障なんです。経営者は、多くの人に幸福を与えたり、たくさんの品物を売る。売れば売るほど多くの人が、ああ、OK、よかったと思ってくれる。それが本当の社会保障。だから社会保障したからは、もっと、ね、収益を上げなさい。で、私はそういう話をですね、7年前、商工会所は大阪の商工会だったんですよね。そうしますと、商工会所がそれから3年後にもう一回来てくれって言って、それでまた、今度は向こうから、そのお客さんの方から報告が40社からあったんです。あなたにこの前講演聞いて、社会奉仕とは、ね、自分とこの製品を売ると売ることって分かったから、運んやなしにその商品がお得意に渡ればお得意に幸福を与えることって分かったんで、お得意回りをそうしたって、もう全然売り上げ増そうってこれと言いまして、売ろうとは思わなかった。いい商品だからこれがお得意に渡ることによってお得意に幸福を与えることだという気持ちでお得意回りをしたら、必要のない分まで注文してくれました。おかげでうちは10倍に上がった、うちは5倍に上がった、うちは7倍に上がったと言って47社から報告があった。今までは商品をなんとか売り上げを増そうとしていくから、お客さんがこうずっとこうね、なんか嫌だと思った。ところがお得意に幸福を与えることだという気持ちで言ったら、和やかになって必要のない分まで注文してくれますと言ってますけど、そこなんですよね。だから商売する人は社会奉仕なんかしようと思わんでいいんです。
自分の商品がいい商品だから、この商品がお得意を与えることによって、お得意に幸福を与えること、これが本当のね、自分以外の人間に幸福を与えること、これが人間の最高の修行であるということを教わっていますね。こういうことをすればいいわけですね。だからこれは、西暦2000年頃も来たんだけど、今まで私のところで来た信号は、西暦2003年1月5日に、あれ、水爆がどこで何発爆発するか教えるという言葉がありますが、それはそのまま変わっておりませんから、2003年1月5日まではそんなに大きなことはないと思います。それ以外のことがあるかもしれませんけれども、2003年その頃では大したこともないと思っております。それから病気に関すること、病気の病気を治す方法です。今までは医者は何でもその、まあ、お薬と手術、接種を考えてなかったんですね。これからの医療というのは、それ以外に精神面のことを考えることですね。私が大阪大学医学の時にやりました実験はですね、麻酔薬をあまり使わんとこうという実験だったんです。あまり時間すると、実際もあるから使わんとこうという手ですね、麻酔薬を使わずに、麻酔薬の代わりに注射器の中にビタミン C の液をちゃんと入れておきまして、患者さんにこれで一発ビタミン止まるよと言うわ。ビタミン C 出したら、皮下注射、プッと痛みが消えるんです。これは同じことをね、若い医者とか看護婦と効果全然ない。看護婦がやりますと、全然効果ない。特に患者さんが、この医者は絶対的だと思っている医者はやります。医者は、患者さんがその医者を本当に、信じ切っておりますと、ビタミン C で麻酔の効果十分なんですよね。だから一般の医者というのは患者さんに絶大のあれ信頼を得るということ、それが根本です。そうすることによってですね、薬なんか使わないと病気が治ります。マジ病気がただいう一言だけでふっと治ります。私は昭和47年3月何日から人間性測定始めた神の世界から 4,5 万人を人間性測定せよ、人間の全てが分かるということから、毎日20人30人大阪大学で身の上相談を引き受けた。日本全国から来ました。お金は1000もいりません。そして一昨年ですか、数えたらもう4万人、5万人過ぎて6万人だから、もうそれでやめたわけですけども、その中で1割がどこ悪い病院だったんです。私の部屋に来る、私が人間性測定する、ポンといいことを言うために、それだけで約1割6000人が病気来ただけで治って、あそこから報告がいっぱい来ました。手紙も来ました。麻酔先生の部屋へ入って帰ったら病気が治っておりましたというんですね。病気というものは病気ですから肉体は悪くない、精神が悪くなってですね、病気精神が悪くなってるから病気なんです。だから精神で思えば病気は治るんです。だから病私はこの応援僕言いますけどね、病気になった、困ったと思ったら困るんです。ああ、病気になった、これで今までに分からなかった肉体の、そのね、痛いこと、苦しいことが初めて分かった。これで私らに、ある、その修行ができた、神様ありがとうございましたと言い出せ。病気になって、ああ、これで一個分かった、嬉しいと思い出せ。何か生活に苦しいこと、金銭に苦しいことがある。困ったら困るんですね。だから、ああ、これで今まで分からなかった人間の上で生活で苦しいことが分かった。
これで一緒に自分が勉強できて、人間性が一時で上がれた。あ、嬉しい。神様ありがとうございますと言えて、全部いい方向に戻ってしまうんですね。病気になって困った、経営が上がって大変だと思ったら、そうなるけども、ありがとうと言えばそれがいい方向に向くんですよね。だからそういう方向に行きなさいよって。病気とは、肉体は悪くない。精神が悪いだけ。精神を治せば病気というのは治ります。だから私の発明した頼むのもそうです。今度の磁気治療というのは精神関係なしに治ります。頼むのについて精神よくない人はあれだけで、どんな病気でも治ります。でもなかなかそう、よくわかりませんから、そういう人は磁気治療で治せばいいわけです。本当は、バルブが使わないんですよ。自分で治さないと治ったことで治ってしまうんです。だから人間病気というのは本当に精神的なものですからね、自分がいいと思ったらいいんじゃなくてね、それは治ってしまいます。だからなんかこの頃ね、ややかしい人が出てね、西暦に2000年で終わる、2000年絶対終わりません。それだけはまあ安心して、まあ、人は変なこと言うことは、嫌なことは信じないと、程度の低いね本当 の神仏の霊は絶対にそれは言うとおりません。本当の神仏の霊は人間に幸福を与えるだけ、恐怖惨憺は絶対与えません。だから程度の低いことを言うことをね、あまり一生懸命信じないこと。あと5分くらいですね。これ質問こんだけありますけどもね、ちょっとあとはまあ、これちょっと本音がありますが、ちょっともうちょっとお答えは、まあ、できませんけども、結局はですね、要するにこの世の中っていうものは自分が悪いと思ったら悪くなっていきます。いいと思ったら必ず良くなるんです。私ら夫婦でいつも一番と散歩しております。そして二人で勤めております。私らほど幸福なものはないねと言うております。ずっとおかめとか言うております。本当にそうなってしまうんです。だから結局、私らほど幸福なものはないねと言うてる。そして、夫婦の間でもですね、同じことなんです。私のところ、林部社長のことを出して申し訳ないんですけれども、この前、中村和尚夫婦と林部社長夫婦と、それから、水戸公務員中の人なんかね、俳優さん、夫婦と3組、私集まったんですよね。で、夫婦のことの話が出たんです。林原社長というのは日本一のお金持ちです。そして、日本一の素晴らしい人間性です。その人の奥さんに対する感じはこうなんです。私は奥さんに首輪をはめられて、後ろから素直を引っ張られておりますので、右へ行け、はい、左へ行け、はい、とやっております。日本一のお金持ちです。奥さんの言うとおり、右へ行け、はい、左へ行け、やっております。中村和尚のとこと、奥さんが何か相談する。必ず、中村後ろが、ね、よきに計らえとおっしゃいます。それと、伊藤顧問に出てるね、里見幸太郎さん。はい、お願いします。私は奥さんの言う通りやっております。だからこの世の中でね、男の人で素晴らしい男ほど奥さんの言う通りになっているんです。私は人間性測定に聞いたときに人間性測定しました。男らしい男というパターン、幅が狭いものなんです。女の人はまんまるなんです。神の世界から言いましたね。神の世界から来たことが、神仏は全ての人間に幸福を与えようとしているけれども、その幸福とは器いっぱいのものである。男の人は幅が狭い、こんな次第に変わる。女らしい女はまんまる、器が大きいんです。面積が広いわけ。
だからその時の言葉はね、幸福が欲しければ器を大きくしなさい、勝手にそれいっぱいの幸福が来るんだと言われるそこなんですね。女の人は、女らしい女というのは本当に夫のため、子供のために自分の一心をね、どんなになって犠牲にしてまでやっております。だから本当の幸福が来るんです。ところが男らしい男というのは世の中を走り回って苦しいことをして、ただ一生涯もうね、苦しいことを縛りして幸福は来ないんですよね。だから人間性としては男らしい男というのは程度が低い男じゃない女らしい女はうんとレベルが高いわけ、それがよく分かったわけですね。だから一般の家では女らしい女の奥さんというのは人間性がレベルが高いんですから、男らしい男、程度に低い男は奥さんで言うとおりにやるのが一番いいと思っています。いいよ、私これだけは。先生どうもありがとうございました。本日3時間にわたりまして、宇崎先生のご講演と、それから皆さんにいただきました。質問にお答えいただきました。本当に素晴らしいお話で、今、までは分かるんですけども、もう一つ、明日になると忘れてしまうということをですね、繰り返したいと思いますので、今日の先生のお話をいつまでもですね、皆に頂くことで、日々実践できたらどんなに素晴らしいかと思います。次回は4月の29日にまた名古屋の方に移動していただきますので、また皆さんのお誘い合わせの上ぜひご参加いただければと思います。本日は本当に一時間になりましてありがとうございました。それでは、先生にもう一度、盛大な拍手でお願いします。それでは講演の部分を終わりにさせていただきます。おそらくますが、アンケート用紙をですね、私が見ていただくのでご記入いただきまして、出口の方にお越しください。あと引き続き今週会でお申し込みいただきます方は、実会のご用意したいの方にお集めていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。